始まった、よし。コミタンの、月例の来月のコミック新刊チェック配信4月分をやります。今日は人数人久しぶりに少なめ、少ないですね、4人ですね。オーライド書店のミキです。スパロボ V が面白かった八塚です。あ、いい話だな、うん、いい話だな。やってないです、カラスです。やってないです、カラスです。ちょっと体が悪かった。そうです、ね、せめて3やらせてほしいよな。3でもう1本やらせてほしいなって何の配信やで。いや、やっぱちょっと Z では納得いってないところがあるということなんじゃないですか。さてと、もう始めてたっけ、いつも。ん、なんか間にあったっけ。え、最初に枕みたいな。あ、そうそうそう。いや、特になくない。そうそうそう、はいはいはい。あの、チェック表の URL は、ツイートをしましたというのと、この配信のページの下の詳細のところにおそらく出てると思いますので、まあ、そちらをご覧いただきながら聞いていただければいいんじゃないかなと。で、まあ、この4人ということで割と偏りが近しい配信になると思うので、まあ、触れられるところで深く話し、触れられるところは、まあ、さらりと、さらりといったような感じでいきましょうかね。で、まあ、割と珍しく、1日発売の漫画に、こう、丸がついているというね、いつもハーレクイーンとアスカに全くつかないので、で、その最初がスタンドバイビー、格上も佐藤修法であるという、まあ、当地で連載してて、初の雑誌扱いということに。ですな。まあ、ちょうど最新話あたりがね、なんか俺が作ったはずの漫画なのに、なんか原作の人と担当編集がめっちゃ偉そうに喋ってて、漫画家の俺って一体みたいな話をしてる、ん、実話かなみたいな。そういうね、こういう、あの、あれだよね、あの、あれ思い出した、アイアムアヒーローの最初の数話を思い出したみたいな感じの、こう明るくない漫画家漫画みたいなやつで、まあ、コメントに書いてるんですけど、なんかあんまこう作ったドラマっていう感じじゃなくて、現実の方がドラマは深いなっていうような、まあ、話なので、まあ、僕は結構面白いと思って読んでる、うん、面白いですね。まあ、問題は売り方という方で、うん、そうですね、それもまたそうですね。はいはいはい。まあ、それもちょっとコメントの方に書いてたんですけど、まあ、久しぶり、佐藤修法の久しぶりの新作であるということと、まあ、これまでウェブでいろいろこう名前の出る活動してたっていうのが、まあ、店舗の売り上げにどう響くのか、まあ、一般的に久しぶりっていう方ですごくこう下がっていく方でも、ウェブの方ではプラスがあるぞっていうのが、まあ、どう作用するんだろうなっていうのはちょっと読めない部分ではありますけど、まあ、単品で売れるし単品でいいんじゃないっていう大雑把な考え方ですね。ある程度の数は、なんて言うんでしょう、あの、収まってくると思うんですけどね、そんななんか大きく、あの、外れるということがない漫画の出来から言っても、あの、表紙から、表紙どうなるかもちろん分かりませんけど、先生の絵だけである程度の、あの、数が出てくるし、で、もちろんファンの方もいらっしゃるし、うん、ウェブで、あの、ご覧になってた方っていう、この辺で、まあ、ある程度数は出てくると思うので、それ以降、うん、はもちろん未知数なところはありますが、それだけでもまあ商材としてはありじゃないかなと思っております。でもちろんこの先の展開が大変楽しみであるというと、うん、あれだよね、リアル描いてってむしろファンタジーだよねっていう、いや、そうだから、その辺のこう、うん、むしろファンタジーを描いてらっしゃるんじゃないかなという、その辺の分からなさというか、うん、まあね、うん、現実は小説よりいきなりじゃないけど、うん、まあ、その辺がちょっとね、まあ、我々まあ、曲がりなりにも若干業界にいるハンカツとしては非常に面白いな、ウキウキみたいな漫画ですね。だからちょっと火のつけたい人は火をつけたらいいんちゃうかと、うん、あの、燃やすという意味の、そうですね、炎上とかの、でもやっぱりそういうのがちゃんとかけてるので、うん、うん、もう全くなんか手を抜いてないなという感じが面白いっていう漫画ですね、うん、これがカードキャプターさくら2回のまれ使わないのおかしいやろ。いやいや、ということよね、ちょっと、まあ、なんせもう1巻で実績が出てますからね。バカ売れだったもんね。そうだ、今月ね、その新しくその売れたっていう列を作ったお、うん、ですよ。あ、ごめん、何も使ってない。うん、どうえ、どこ、横こっちのカラスさんの横のとこに作って、右端で、で、この、まあ、我々の感覚、まあ、本当に売れてるものはね、わざわざつけなくていいんですけど、あ、なるほど、まあ、うち意外と売れてますよみたいなのに丸をつけてもらって、で、まあ、もう丸がついたら二重丸をつけてもらって、うん、まあ、なんとなく、うん、いや、売れてるから丸っていうの少し
別のところに外してもいいかなっていうちょっと試みで、そういう意味ではこれは確かにマネですよね、うん、やっぱり逆に他の人に聞きたかったらハテナつけといてくださいっていう、あ、まあ、仕組みになっております、うん、まあ、それもちょっとおいおい時折触れていきながらやりましょうかね、うん、特筆すべきようなことがあればもう察しっていう感じですけどみんな丸ですね、丸ですね。で実際どうなんですかね、ずっと売れてる、ずっとっていうかやっぱり、まあ発売日直後が一番売れてって感じですはありますけどね。なんで4月1日出すんですかね。それは確かに、ね、新入生おめでとう、あーカードキャプターさくら春休みみたいなういうことの本誌とのなんか連動があるとかですか。あ、そういうことですか。休み休日とかぶってる1、2、3って、それは大いにありそうですね。うん、この時点で把握をしてないという。お前ら仲良し読んでんのか、読んでないな。すいません、読んでません。プリキュアしか読んでません。読んではいるんだ。それだけでも。その次が、1日土曜日。角川のこれヤングエースオンラインなのかな、はい、扱いとしては。のあヤングエースのカップですね、はいはい、なんか水槽の中の擬人化みたいな、うん、水槽の中の擬人化っていうか頭がおかしいよねキャラクター、あのキャラクターの顔つきとかもちょっと普通じゃないかも、そうなんか画面作りもおかしくて、コナリミサトとか好きな人に刺したい、ごく狭いなんか例えを出すとですけど大げさに言うと狂気と言ってしまっていいものを感じるというか、いやなんかそうすごいバッドトリッチ感がある、尋常ではない、そうそうそう尋常ではないですね、狙ってる読者層が本当どこなのかっていう、なんかね画面も歪んでる感じが、まあまあ、まあ、あの冒頭出ましたけどヤングエースアップで見れるんで検索していただいて興味ある方はちょっとで、これはもう自信のある方理解なさってる方が売ればいいんでねえのという、あのねこの月まあ一番最後ですけど、ね、クリームソーダシティやりますか、いいですよクリームソーダシティと一緒にみたいな感じの漫画ですね、確かに、はい、うん、理性で狂気の怖い、うんうん、そんな漫画です、まあ、割とちょっと面白いの、うん、でその次がこれ結構珍しい感じの丸の付き方をしている、うん、ジャンププラスの青のフラッグですね、カイト評価はすごい高いですよね、うん、うん、普通に面白いですけど、まあ、僕はコメントつけてて、まあ、男2人と女の子1人の三角関係なんですけど、うん、ちょっと BL 要素があるよう、ね、そうですね、匂いは感じますけど、ね、まあ、これがその我々をこうミスリードしているのであればそれはそれですごいことではあるんだけどでもなんか単純になんかねこうだから書いてる通り男が男を好きっぽい、うん、でその男が女を好きなこととその女がまあ男を好きっていうところは確実なんですけど、まあ、そこの片思い感がすごいね可愛いので、もうそこを楽しんでもらえればいいんじゃないかなと、まあでもバリバリ少女漫画売り感はあるんで、そうですね、顔の描き方も変わったし、今までとなんかあのデフォルメとマジ顔の切り替えの仕方がすごい別マトクッキーっぽくなった、そうっす、なんかジャンププラス感がない、すごいちょっと新しい芸を身につけてらっしゃるという感じがした。あとロゴがめちゃくちゃ読みにくいんで本当にあの表紙に使わないでほしい。かっこいいけどね、うん。かっこいいけど、あれは絵の上に乗らないロゴなんだよな。多分。これなんか珍しく、うん、実績のある作家さんのジャンプコミックスの新作のあれが結構ついた。うん、でも僕が聞きたかったやつは伝説の勇者の婚活って売れてんのっていう。ちょいちょいぐらい、ちょいちょいぐらい、ちょいちょいぐらい、ちょいちょいぐらいするほどでも、ジャンプの中ではやはりちょいちょいと言わざるを得ない、うん、し正直なんか売れ方から言ってもこっからこう伸ばすにはちょっと一工夫必要かな、黙ってて伸びる勢いがちょっとグレゴリウス山田に食われたなと、うん、いやもうばっくりですよてかサンデーつか裏サンゼーのファンタジーにも綺麗に負けてる感があって、まあ、そういう意味ではやはりフィールドの差もあってジャンプの棚だとちょっと生かしづらいっていうのもあって、まあ食われたというならばっくり頭からごっくんと食われました。まあネバーランドが売れてますよっていう話が出てて、まあ、結構ですね勢いありますよね、ジャンプの中ではさらに行きたい、うん、まあ、ジャンプに強いお店の近西さんがそう言ってる、うん、まあ、ファイアファンチなどの最近の新作との相性も良好で売りやすいし売れてます、うん、だから決め、まあ、ファイアファンチこことなくあれだけど
鬼滅と、もうネバーランドとファイアパンチ並べて普通にあの全部平積みしていいんでね、うん、鬼滅かなり勢いあるしすごいなんかジャンプっぽさがなくてビビるね。逆に今のジャンプってこれにこうなんじゃんって、うん 鬼滅ネバーランドみたいなので、うん、多分今のジャンプなんだよきっとっていう。ボーイチが乗るジャンプだからね。そこの それはびっくり、うんうん、びっくりだね。びっくりです。こんな時代から、ね、もっと見るのは筒井大使が乗ってるっていうあのマクガーデンの頃のヤング氏の匂いがする、うん、ヤング氏の匂いしますね確かに、すごい。これちょっと面白い。後藤家ってずっとジャンプん？ジャンプか。いやずっとジャンプ。いやなんか一気に乗ってたっけと思って。ああ。先生がブラックトーチ。うん。これこの人去年か一昨年かなんかです。旧かクラウンに読み切りが、それが結構面白くて、うん、それどんな漫画のやつ？どんな漫画？これもスクエア。そうですね。今やセカンドブレイン違う。え別に。いやいや。この漫画難しい。かっこいい漫画でしたね。なるほど。今回もかっこいいし、絵柄が非常にスクエアにマッチしてるというか。まあ、あこれあれか、最新号でトラックから飛び出した。あこれ確かにごめん丸つけてないわ。これアクションめっちゃかっこいいよな。かっこいいんですよ。かっこいいかっこいい。結構その縦3段ぐらいで見せるアクション角度うまいよね。うん、そうなんですよ。なんかこうねアクションとアクションの間をこううまくドラゴンボールっぽいよね。シュパン。ああ。パンチシュパンみたいな感じの動きの、そんな感じ。あのアニメドラゴンボール漫画で、うん。シャキンスコンシャキンスコン。そうそうそう。なんかそれがすごいうまくて、なるほどなって思ったんですよ。うん、これ俺もまるでしたなんか売れそう。まあでもどうなんカラーがあんまり僕うまいなとは思わないんで表紙どうなのかな。表紙はね、うん、そうなると出ちゃうかもしれないですけど、中のトーンの使い方とかもすごいそうね、うまいので、まあ、中身見せれれば物語好きなら大体惹かれるところがあるだろうねっていう感じですね、うん、で、その次がニュクス。なんかすごいな、なんだかんだ全部喋ってるぞ。だからニュクスのランタン、うん、あの特典がね、あいいね、あ前あの版元さんがくれるやつ、うんうん、毎回いいですけど今回のやつはとりわけ面白い感じがしますね。すね、あの実は結構少女漫画なので、うん、女性に言ってほしいという話をしたい、うん、毎回想定がいいな。いいですね。いや質感がね、うん、いいですよ。値段として素敵ですね。値段相応のなんか質っていう感じがある、うんうん、まあ、そんな新刊ですね。なんかトーチがいろんな場所で出てくるな。いいこと、いいことだ。少年画報社みたいにならないし。その次は7人のシェイクスピアの、まあ、久しぶりリバイバル連載。何年ぶりだ。何年ぶりやねっていう。いやそのこの作品の後半がやっぱり輪につながっていったんだなって思うと、そのさらにそこから輪廻をたどって戻ってきたってもうやばいことになっちゃうんじゃないのっていうね感じがまあありますよね。まあ掲載してもスピリッツから山田にお帰りなさいということで、ちょっとわからないなという予想はできない。でも世界の先輩が出てますよと。うん、これがそうですね、まあ、売れてるのところだけをつけるみたいな感じかな、うん、あと丸つけてないんですけど、アスタルトクロニクル前見の、はいはい、アスタルトクロニクルは、うん、あこれちょい売れ、単価高い割にちゃんとね、そうなんですよ、まさにそれですね、なんで作家力だなって思って1800、そうですね、2000円ぐらい、うん、まあざっくり2000円、2000円で釣りが来るレベル、店頭でお問い合わせをいただくことがちょこちょこありましたね、うん、割と市場なかった感もあるので、うん、2巻、うん、はただねこれね 数のね参考値がね難しいんだよね。あの飛んで埼玉じゃないよという言葉をちょっと続編出ますからね、うん、ただやっぱり前見の絵は本当にあの売り場に置くとすごい映えるなというので、ちょっと置きたいとか売りたい、大事にしたい作品ですね。あの年配のお客様が、うん、お読みさんはぜひこれ 1,2 巻であのちゃんと置いていただきたい。もうそこまでいったら、まあ、自分が丸をつけるか売れてるに丸をつけるかっていうのです、ね、難しいところです。そう、自分全て自分で丸つける、うん、その次がまたぐるっと回っ
ていき、あ、今月多い方に入るのかな。何が起きてるかですね、太田さんの丸付けが追いついてない、うん、あとは千田さんも追いついてないね、若いやつ本当はつくけどつかない可能性がありますね、ついてないとか良くないですよ、うん、10日間あったんだから本当見てすいませんいや間に合ってるそのうちは将来的に死んでくれるかっていう話で、うん、まあ、ハイテンションギャグ、なんだろうな、その言い寄る系の女の子が女の子に言い寄る、うん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 、漫画なんですけど、しかもちょっとゲスちょっとゲスいところ、ね、お金とか絡んできます、ね、そうホテルとかね、そういう面白さみたいなところとか、それでまた見せ方がうまいんですよね、うん、こう、まあ、ノリがいいと言いますか、うん、僕はすごい好きですね。いやもう本当に漫画界におけるあの男性女性っていう性別はもう全く意味がなくなってきてるね、うん、その逆に女の子同士だからああいうネタでもなんかゲスすぎないみたいな。そうですね。そうですね。いやだから男が冗談でやりたいことが女の子同士でやられると、キャッキャッキャしてるみたいな、可愛いらしいみたいな。ああなるほど。そのなるほど、そうしてそうです。確かに、ね、男がでだってね、金出したらもったいなかった。そう。ゲスいるね。10万でとか言い出したら大変なことになっちゃうわけですから。そういう懐かしい漫画を思い出した、そういう笑える漫画。じゃあユリ初心者でも全然いけるみたいな。そうですね、その心の機微のあるユリというか、うん、難しいね、あんまりないね。確かにそういう意味ではギャグだけで押すやつってそんなに、つぼみとかひらりとかあった頃思い返しても、ギャグ一辺とってあんまなかったもんね。新たにでもね、真面目にやるときは真面目にやるから、ね、だからゆるゆりみたいな、そういうノリ、君のためなら死ねるとか、テンション系、あ、うん、いやなんか全編これっていうのがちょっと珍しい。あ、そうですね、確かに、うん、だいたい普通ちょっと真面目になるし、うん、ゆるゆりとかかな、うん、ありますよね、うん、なんか別間が本当に優しい雑誌になってた最近昔はダークファンタジー一色だったじゃないですか。そうです、ね、最近はなんかね、そのまあ、こういうのがね、ジャンルが増えてます、優しい漫画が増えてて、うん、僕あの本命はあの美術部の先輩のやつ、 あれはやばいね、どしこいかわらいい感じに狂ってますね、うん、でそのまあ別間がのもう一個狂ってる漫画が、うん、岡田真理脚本の荒ぶる季節の乙女どもよ、ね、本当にやばいのは文化系のクラブだよね。そういうなるほどね、はいはいはい、テイストですよね。うん、その文学部に入ってる女の子たちが、はい、まあ、文学をたしなんでる風でいて、めちゃくちゃセックスのことが気になるんですけどみたいな漫画なんですけど。これも女の子だからいいけど、男でやったら絵面が地獄になるみたいな感じで。いやでもこの漫画、男が男として出てくるのがうまいなと思います。僕あれ絶対ないと思ってた。そ、ね、まあ、その幼馴染の男の子のオナニーシーンをたまたま目撃してしまうという。まあ、しかもその幼馴染がね、学校ではこう、はい、綺麗な存在として可愛がられる系なのにっていうのがすごいうまいなと思った。言ってもしょうがないかもしれない。俺はこの場が引いたな、正直。あ、そうですか。うん、なのでついてません、まで。いや、俺には厳しすぎる。いや、唯一片方にだけの。夢見すぎですよ。いやいやまだ夢見てんのか。見てるよ、40過ぎても。表情が可愛いな。表情可愛いね。特に最新話あたりの水飲み場のくだり、うん、実は可愛い。みたいな。そういう面白さ、うん、あるなと思いますね。あります、ね、へいへいへい。その次はなんか骨が腐るまではなんか同じ別間が読んでて、あの重版たくさんかかってますよみたいな文面があったんで、まあ、近西さんの読み当たってたんだなっていうような、うん、そんな話出てますね、うん、やっぱねこの辺の読みが難しいですね。正直別間に載ってたら多分売れてないんじゃないかなと思うんですけど、マンガボックスだからそこが補填されてるような。そう、今月はねちょっと電子と雑誌の境目が曖昧っていう話を後でしようと思ってたんですけど、なんかこの辺は特にそういう感じがしますね。なるほど。結局どんな漫画も仮に、まあ、打率2割ぐらいだとしたら、雑誌で万人しか読んでないのと、とりあえずアプリで10万人だったら、ね、全然打率違うんじゃないみたいなことがあるのかなっていうのをちょっと感じるタイトルですね、正直。うん、さて、その次が、うん、あ、ちょっとね、丸までは至らなかったんですけど、この小川樹里的21世紀名馬列伝っていうのが、まあ題材がすごい絞り込めてるので、
まあ、本当買う人は買うみたいな。そうですね、あの東京ドームにある本屋とかで売ったらいいですかね。問い合わせ案件ですね。うん、ワンチャンあるなという感じがしました。僕ちょっと馬があんま分かんなくて、まあ、あとハテナつけたのはビースターですね。売れてるんですかね。いや、継続的に売れましたけどね。重版は今月頭にかかってる、うん、おそうなのか、うん、やっぱ問い合わせも多かったですし。そうなんや、うん、うちは全然やで。で、あの切れた後に再入荷しても再入荷分もサクッと売れていくみたいな、安定してたみたいな。発売日直後しか売れないって感じでは全然なかったです。まあ、ザー複製銀河見せたらドン引かれて売れそう感があるじゃないですか、ね。あ、まあ、中身見せたい系ですね。だから逆にその2巻がどういう動きになるのかなっていう。1巻買った方がそのまま買うのか、それとも、あ、なるほどこういう作品なのかって満足して2巻は買わないっていうのもあるのかなみたいな。まあ、いつでもね、火をつけれる着火剤が1個ありますからね。でもこれはチャンピオンらしいし、チャンピオン漫画が来たなって感じじゃないの。俺の中のチャンピオンってこういう漫画なんだけど、あ、ちょっと他には乗らなさそうな、うん、まあ、確かにやつがうっかり乗っちゃう少年漫画誌、チャンピオン。確かに他の雑誌乗ってとか想像つかない漫画ですね。なんか僕女性に強いかなって思って、男性ですよね、男性が多いかな。そう、営業の人と思う、なんか女性に出そうだったなって思ってたっていう話したら、秋田書店でも男性の方が強いっていろんなとこで聞いてもそうだって。まあその元々のねチャンピオンさんの男性人数が、まあ弱ペがあったとしても8人ぐらいだとして、うん、そこの2を広げられるかっていうとまた別ましたけど、でも格好差はあるよね。あの表紙の1枚絵としての、うん、表紙は良かったですやっぱ中身見せてドン引かしてなんぼみたいな気はします、うん、でまあその次がグレートヤンキーのチー君、うん、これネメシスで読んだことない。そうですね、前にやってた作品は、うん、まああれは逆に可愛い方が年上だったっていうのはあったけど、うん、ありましたね、うん、え、何を語るの。いや、なんかいや、プラナスガールあったなと思っていや、全部なんかそんなに綺麗じゃないでしょ。元引きの話しかしてないじゃない。そんなに綺麗じゃないでしょ。これ どの辺に刺さる漫画なんだろうっていう。どの辺に、どうなんですかね、刺さる。まあ、チキやん刺さる。いや、丸ついてなかったからつけたっていうのもあったんですよ。なんか誰にも話されないのはかわいそうだなと思って、うん、ギャグとして読むの、それともキャラものとして読むの。キャラものだと、まあ、キャラものだと思いますね、やっぱりさすがに、うん、キャラとギャグのハイブリッドでは、うん、なんか絵の使い分けがうまいですね、この人。でも、まあ、僕なんか単純に感性が好きなんですね。ギャグめっちゃ面白いなって思うんですけ ど、あんまり評判良くないですよね。なるほど。おちんちん案件ではないわけね。おちんちん案件ではないですね。逆に言うと、もうここまで来たらそっちまで引き込んだ方が面白い気もするかなっていうか、でもそうなると初多戦になっちゃう。初多戦になっちゃう。前書いてるっていう。そう、初多戦が一番ぶっ飛んでるから。そうですから。どんどんおとなしくなってってるっていう。そうそうそう。なんかちょっとこう本当はこうここじゃないでしょみたいな、もっと闇があるでしょみたいなところがちょっと読んでて思ったかな。ダブルソダム引っ掛けるところがちょっと見つかんない漫画だったんだよね。まあでもなんか面白いなと思ったんだけど。濃さはすごい、なんかその町のヤンキーがどんどん集まってって、こう可愛い男の子を祭り上げるみたいな、うん、だからその ヤンキーがなんかマイナスに作用してしまいがちな作品に思えちゃうんですよね。これだからうまく料理できない。グレートサラリーマンみちるくんでも全然いいと思うんですよ。ヤンキーの方がいじられ側に入っちゃう、うん、てかそのなんていうんですかね、なんかね、どもけし側になっちゃ そうヤンキーっていうだけで、あ、なんかもういいやってなる読者層もいるのかなみたいな、うん、ガチヤンキーは読まないし読まないでしょ。ヤンキーっていう記号ですから、うん、その記号をね、なんか嫌う読者も嫌うっていうか、今ヤンキーの記号は女の子しか持ってないから、うん、拒否反応をする読者もいるのかなみたいな不安。なるほど、うん、その次がハテナつけてるのは煉獄デッドロールで売れてるのかなと思ってっていう話です。別にまあ普通かけぐるほどではなく全然ですね。はい、ありがとうございます。これなんか珍しいところに丸がついてますね。ああ、川さんどうしたんですか。いや、これね、本当になんていうか、その
男性にも売れると思うんですよ。なるほど。うん、でそのまあコメントに書いた通り、なんか毎回そのちょっと色っぽい話があって、うん、その色っぽさがなんていうのかな、最悪じゃん。え？なんかいや今ウェブでそのサイト公開してるサイトに行ったんですけど、はい、あのヒゲの脱毛の CM が出てきて、いやそれはねユーザーに応じてるんだろうけど、最悪やな。絵が可愛いですね確かに。いやなんかね、うん、その毎回そのなんていうのかな、いい感じで色気があるなと思って、うん、お話の流れとかその絵柄もそうだし雰囲気も良くて、なんかそういう意味でその本来のフィールの読者層じゃない部分ではないですね、うん、フィールフリーというかそのエッセイ系出せるレーベルの方から出てくると思うんですけど、うん、そうだからそういう意味で男性読者とかにも、うん、その男性読者も普段がっつり漫画読んでますっていうよりはちょっと普通のサラリーマンですみたいな人に売れるのかなみたいな、うんうん、あ、ね、まあ、なんか言い方が悪いですけどリライフ的な広がりがあれば、うん、そういう風に思ってちょっと丸をつけたんですけど、なるほど、それはまあ確かにその通りですね、うん、まあ、言うほどフィールっぽいレーベルじゃないと思うんで、フィールフリーから出るっていうことは、うん、なんか自分はこれ普通に書店の店頭並んでたら買うだろうなって思ったっていうのもあって丸をつけました。このウェブ漫画サイト、うん、あの兄弟のマンガトロピーク、ん、マントロピーに教えてもらったんですけど、うん、美人が婚活始めたらっていう漫画めちゃくちゃ面白いです。ああはいはいはい、これすごい読んでます、うん、そうですよね、うんうん、あれは男性によるかどうかそう、あれは女性かな我々面白いと思ってますからね。確かに今月はねその男版みたいな漫画ありますから。あ、そうですね、頑張れ頑張れ、さらけ出しすぎやろ恋人できたら連載やめますみたいな、その次が、バンチですね。今月は二重丸はバンチが一番多かったんで、ね、うん、ああ、多分、うん、もうお待たせしましたっていう、あ、まあ、あの手土産、お待たせの漫画なんですけど、うんうんうん、いや、この、まあ、梅先生たち、うん、いや、めっちゃ題材のさばき方うまいなって思いましたね。うん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 、まあ、単なる紹介漫画じゃないですもんね、うん、お土産の紹介漫画とかになりがちですけど、意外にこういうのってね、うん、いやこれ本当に目の付けどころがシャープだねっていう感じですよ、うんうん、すごい近いんだけど今までと性格するところちゃんと題材として持ってきてて、しかも漫画としての料理仕方もうまい、かつ題材そのものが強いっていう、うん、もう売れる要素だけはもう完全に詰まった、そうそう、あと多分想定をそう間違えないと思うので、うん、これは漫画棚でも売れるし、うん、まあ、本当に手土産本ってね結構売れますからね、シチュエーションの中でも、だからそこで出しても面白いんじゃないかなっていうのと、うん、確かにその自分で買って自分で食べる漫画ってまあなんだっけ、あのお問い寄せ男子しかりあるけど、うん、その、はい、食べさせるとそこでストーリーがすごい広がるから、うん、相手のために持っていくっていう、ね、そうそうそう、めちゃくちゃ読める、うん、何を選ぶかみたいな部分とか、これすげえなーと思って、うん、なんか技術力の高さに感じつつ、うんすね、面白いなと思いました。これはもうザ・二重丸っていう感じでした、うん、ですな、もしで売れも売れるだろうというのはある、これすごい、うん、他のコメントを読むと、カネラさん、ヒロインの個性があるので激戦の食プラス女子ジャンルでも抜きに出ていけると思います。食コーナーはやっぱりまだ外せないな。カラスさんが、まあ、メガネ、和服、食べ物にうんちく、鉄板まあもうこれは、まあ、これは負ける要素がないでしょうね。あ、ちょっとメガネ橋花子はどう？あ、もうがっつり売れましたね、うん、今も売れてるし、あのメガネスーパーさんで今ポスター、はいはいはい、なんかコラボみたいな、なんかそんな話してますね、お店でから面白い面に人流そうっていう、ね、メガネ屋さんにも今ポスター貼られてたりとか、うん、素晴らしいですね、そういうのもっといろいろやりたいですね。本屋、メガネ屋で売ってほしい、うん、内側下ろして、うん、でその次がもうちょっと二重丸のやつで、うん、アーティスト、あ、フランス語読みはできない、アーティスト読めへん、サモエド太郎っていう、うん、ティア、うん、なんかまあ最初は料理人の話なんですけど、うん、まあまあ一貫して料理人の話なんですけど、まあ、確かにタイトルはアーティストだったんですよね、うん、でそのまあ新しく住むところを探して寮に入るんですけど、そこはその芸術家の集まる寮みたいなところに入ったのが今だから7話目かな、そのぐらいなんですけど、なんかその芸術と芸術のなんかこう
組み合わせというか切磋琢磨の試合みたいな漫画になるんだったらこれめちゃくちゃ面白い。まあ現状そもそも面白いんだけど、最初めっちゃ面白くなかった。いや1話読んだらバンビーノみたいな漫画になるのかなと思ってた。いや全然違う方向に。お前が主人公だったんかーみたいな。そうそうそう、こういうのめっちゃ好きなんですよ。あ、主人公そっちみたいな予想外の流れみたいな、うん、なのと、まあなんかそれがまあ割と丁寧にねちゃんと伏線が張られてる出し方もしてて、まあ、構成力が高いなっていうのと結構いいコマ書いてるなっていう。最新号のやつめっちゃ良くない？あの、あれ良かったです。あれいいよね。寮のその管理人の人、ちょっと説明できないね。説明できないからいい子なんだけど。まあこれ表紙とかすごい難しそうな漫画で。作品としては素晴らしいんですけど、その良さをどうアピールするか。この先どうなるかを含めて商材としてはちょっと。まあ、ヒューマニタス系の漫画ですね。ああ。ポジティブな評価を。うん、そうですね。中半もかかったし、なのでまあすごいいい漫画なんじゃないかなと思います。いい漫画だと思います。うん、まあ、この辺をね太田さんが20話でつけてほしいですね。ああ、そうですね。つけてないから、ね。あとで太田さんが何をつけたかぐらいの。うん、まあ、太田は丸でしょう。ああ。並ぶる季節は丸じゃないですか、太田さんも。勝手に太田さんの丸を予想。勝手につけといてほしい。勝手につけといて後で外してもらうみたいな。青のフラッグが20丸でしょ。で、私もともとカイトめっちゃ好きだもんね。確か。あ、そっか。なんだっけ、あの、スポーツも忘れた。クリケット。クリケットじゃなくて。ラクロス。ラクロスの漫画の時は20丸じゃない。あ、私はちょっとね、今月のパンチは非常に熱いなと思っております。うん、で、丸がついてるのがもう一つはパパと親父のうちのみ。あ、コメントが確かになと思ったんですけど。子供がいるので外飲みができないから家飲みを楽しもうというテーマは共感は安いと思う、うん、まあ立地ならではのいいですね、ですね、うん、もうお父さん2人が夜中にこっそり飲んでるっていうのはやっぱり女性的にはたまらないとかそういう感じなんですかね、うん、いやそういう感じじゃないと思いますあ、そういう感じじゃないですか、うん、俺はもうてっきりそういう感じなのかなと勝手に思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっとおしゃれでありますね、うん、いやもう本当に飲みにとか行けなくなるらしいからね、うん、子供になんて分からへんけどさ、いや太田さんも見てくださいよ、うん遊んでくれなくなりましたもんね、寂しいもんだな、うん、いやもう本当に僕は今年29なんですけど、まあ、今日はねあの後ろに彼女の話が出てくるからそういう話をしてもいいし、4人しかいないから尺がね、本当結婚した友人増えて、あ、うん、あ、そう、ちょうどそういう時期です、そうそう、ちょうどそういう時期で、うん、大丈夫、あの5年経ったらみんな乗り越えるから、その時期の、あとその別れた友達もいっぱい出てくるから、こっちは祝福しに行ってるからいやいやいや、だからもう本当に確かにそう、まあ、特に一緒に住み始めるとね全然遊んでくれなくなる、遊んでくれなくなるですね、うん、じゃあそうやって独身が寂しくなっていくんやなっていうね、大丈夫です、あ、それもまた乗り越えていける、あと5年経てばまた増えますなるほど、いやそういうのが大概の流れとして、ありがとうございます、30になる直前に駆け込みが増えて、うん、で35ぐらいからまた遊んでくれる友達が増え始める、なるほどね、あと独身同士でね、あと新たなつながりができたりするんですよ、そう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 、集まりができたりするんですよ、独身の輪ができるから、そうそうそう、心地いい輪が、そう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 、今日は配信の部屋が変わって、前は洋室だったんですけど、うん、今日はただ単語室みたいなことでちょっとやったんですけど、まあ、それのそのルームシェア相手が変わったのも結婚ですからね、あ、なるほど、結婚したからこの部屋を、そうです、結婚とか、まあ、同棲兼、まあ、結婚視野に入れた同棲が始まったことで彼が部屋を借りたので、そう、新しいルームシェア先を探し、素晴らしい、で死ねばいいのにみたいな、そういういやいや、もう祝福の一言でした、でも新しいルームシェア相手はニューゲームの画集を買って、お、素晴らしい、最高やねみたいな、まあ当分大丈夫みたいな、あ、安心、安定感がある、安心感かもしれませんね、いや分からないですよ、でもどこで何が起こるか、そう、ね、もちろんね、うん、いや、いい話ですよ。本当におめでとうと思ってますから。と、若いって素晴らしい。と、エヴァンゲリオン最終話並みにおめでとう。おめでとう、最終話。さてさてさて。今月はね、ナロー系の丸が非常に多い中、いろいろあるんですけど、
これは珍しくというタイですけど、松岡さんの一人もあるよ。で、人狼への転生、魔王の復刊を始まりましょう。リア、あ、そうか。リア、リアエンジンつながりで引っ張ってくるのか。すごいとこから引っ張ってくるな。ただこれ、まあ、斜め上の角度だった。前の人狼への転生のコミカルライズは普通に全然売れてるので。すごい売れましたね。うん、ですね。あの手応え、全然詳細だと思います。そうですね。はい、ただ、ね、本編はもう完結して今外伝の方になっちゃってます、うんうん、小説の方はね、そうですね、なっちゃってるから、まあとはいえ漫画今やもう原作の方と漫画の層は別だからね、うん、なので、あ、そうなんですかと僕は思ってます、うん、まあそれこそ本当今週末ですけど、まあ、じゃあバルトローエもどう見たらいいですかね。バルトローエも一応逆にナローは全然売れてないので、うん、てか扱ってすらないの、うんうん、でまあ逆にそのはっきりとスタンスを決めてるんですけど、うん、でも売れそうだなっていうのの尺度としてナロー系の売り行きを見てもしょうがないっていう感じ。そういうことね、原作を知らなくても買うっていう感じもあって、あと原作のタイトルは聞いたことあるけど読むまではいかないみたいな人も漫画だったら買ってみようかなみたいな。原作1000円以上するけど、うん、コミックだったら600円だからっていう層もありますし、あの要するに自店舗でナロー系が売れてない、あるいは原作を置いてない、まあ、でそもそもなかなか入ってこなかったり売りづらかったり、今種類がすごい多いんで売り場的にも厳しいっていうところでも、コミックは別なのでいけると思ったら置いた方がいいです。いわゆる昔のコミカライズは原作の 30% 目安みたいなのは全然通じない。そもそもだって幼女戦記がコミックの方が売れてるんでしょう。あ、そうなんですか。うちはコミックの先生になります。というのもありまして、まあ特にアニメから入るとそうですよね。そうですね、小説には行こうと思うんですよね。アニメ化すると、うん、やはりそうですね、おっしゃるとおりの1000円はいきなりきついだろうと、うん、じゃあコミック室使ってみようかと。であとだやっぱ P6 ラマベだとその原作の認知度はそもそもあまり大きくないので、コミックで初めて知る、うん、バルトロイは絶対そうだと思うんですよ。この原作ね、よりももう原作関係なく売ろうよって、それは虚構推理とかと一緒で、原作は素晴らしいけど、それはそれで別に漫画も面白いから、さかのぼる人が出てきてもいいし、出てこなくてもそれはそれでいいっていう。人類の転生もそうだよね。うちも原作のデータと全然かけ離れて漫画売ってるし。です。それなんか確かにちょっと面白いな。特にラノベのコミカライズが原作3割、まあアニメ抜きにしてって言われて。てると思うんだけど、まあ、ナロー系はなんかちょっと違う感ありますね、そういう意味では。上と下にブレる、もっと幅が広く。多分ラノベのコミカライズは多分本当に3割に近いところにいろんなタイトルが集中してる。でアニメがなければ前提ですけど、なんかその絵になったものが漫画しかない時が3割ぐらい でナロー系はまたちょっと違うのかな。なんかすごい勝手な感覚かもしれないですけど、ノベルとコミックが同じ版元から出てると、うん、その今言ってたラノベ理論みたいになるんですけど、ノベルとコミックが違う版元から出てるとなんかコミックの方が売れるような、なるほど、感じがあるかな。それは僕も同感ですね。そして僕としてはその 30% の法則ってかつてラノベル文庫がバカバカ売れた時代の法則であって、今やラノベル文庫自体がなかなか厳しいし、ましてその単純に単価は高くなったけど部数で言えば B6 サイズのラノベはそんなに数売れてないから、もうもちろん3割通じないし。でもそれで言うと全然わかんないですけど、そのナローの小説って何万部ぐらい普通みたいな感覚の世界、普通はわかんない。上でも全部よくね、重版案内とかで5万部突破とかっていう案内とかは見たりしますよ、ね。漫画で5万のはまあまあですかね。いや、ノベルの方、いや、その漫画界で言えば5万、そうや、ね、でその売れてるなってやつが5万の案内額、それともその知らないやつが5万かよみたいな。あ、知らないってことはさすがにないですね。そういう案内とかで来るやつはゼロサメなんだよね。売れないやつはもうほんとゼロだし、売れるやつはそうなるっていう感じだから、売れまあ市場というかお客さんの財布の中のが取り合いをしているぐらいの、そうですね、もともとそんなに広いフィールドじゃないから、もともとラノベっていうフィールドは広いと僕は思ってないので、だからこそ漫画の広いと思ってない。あ、ラノベは言われましたね。もう3年前ぐらいから、うん、もう本当にその財布が一定になって、うん、売れるの取れないの妙案がすごい、うん、そう。だからこそその原作ファンが流れてくるって考え方よりは、この漫画単品の漫画として売れる売れないの判断をつけた方がよろしいかと思
か単純にラノベが減ってる分がナローに流れてるみたいな話があったりするのかな。まあラノなんてね、まあその講義のラノベではあるわけだから、別にそこにボーダーは、そうですね、ボーダーは引きづらいですね。まあ引きづらいというか、まあ、いやいや脱線感ありますけど、ナロー系のその定義っていうとちょっと前の世界系定義みたいなもんで、定義ができないから難しくなってきますかね。まあアルファポリスみたいなね、方になっちゃいますから、そうか、まあ、ちょっと話すとキリがなさそうな、それは今度また飲みネタね、まあ、魔王の秘書がね、うん、これ、まあ、延期で、うん、延期したやつってもう一遍つけた方がいいの？いや一応そう思って自分はつけといたんですけど、いやもう鶴田健二に何回もあるつけるかしら、チキンレースですから。じゃあ特にあの先月は配信なかったから、あ、そうか、うん、それもあって、うん、そうやつけといた、つけといたよ、心遣い。じゃあ魔王の秘書も俺も丸つけてください。なるほどなるほど。じゃあその次が福井足火ですね。5巻に丸がつくという珍しいんですけど、本当に連載が面白くて、おめちゃくちゃ漫画もうまい、うまいと思う、見栄を切るのがうまいと思うんですよね。いやみんな読んでくれっていう丸、はい、読みます。あの本人は本人も影武者をしてて、うんうん、本人も影武者をしてて、まあ、ちょっと親父親も影武者をしてて、でもう終わっちゃったけど、それが真田丸関係とかの話でもあったりして、代々影武者みたいな、そう代々影武者っていうわけでもなくその父親が影武者をやってしまった、うん、やっていることで父親が誰なのかも自分がよくわからなかったみたいなところはすごいうまく、はあはあ、その今の連載のところで回収されてるっていうのができるっていうのと、まあ、そのヒロインとの関係性がね、うん、めちゃくちゃいいよね。まあ、正直泣きながら読んでる系の漫画ですね。最近泣いた漫画はね、これで打点の濃さですね。あさてと、まあ、そんで泣けない漫画のカメントするんですけど、これその上だけ丸ついてて、みんなルッポの方には丸ついてないのはどういうことなんですか？ルッポはやっぱその漫画家題材だからこっちは丸つけといて売れるでしょうみたいな感じ。そうですね、両方は買わないでしょうみたいな、両方は買わないと思い、うん、思いますっていうか、別に雑誌扱いで出てこなくてもいい、うん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 、なんか結構その危険な場所に行きました系ってそのエレガンスイブとか、あ、はいはい、まあまああって、そんなにまあちょっとうちではあんまり売れないは売れないんですけど、うんうん、これがその漫画家さんへの突撃とかだと、その突撃する漫画家さんによってまた変わってくるとか、そういうさ突撃の仕方がめちゃくちゃうまいんですよ。あ、なるほど、うん、これがその実際どういうふうにその紙面の連載上脚色されてるのか分かんないんですけど、うん、もうねいい感じに失礼、あそのみんなが萎縮して聞けなかったことを聞いてくれてるのがすごくうまいと思ってて、あこれはなんか本当にいい、うん、いいというかそのうまいなと思ってた、うん、その踏み台がルポ漫画地獄なので、なるほど、僕はもうならず道は本当にいろんな人に買ってほしいな、うん、ルポ漫画地獄はまあ媒体が媒体だったのもともとの、うん、まあその田中圭一が売れるとことかだとルポ漫画地獄もまあ、ちゃんあるのかなという気はせんではないですけど、うん、いや漫画ならず道が本当によくできてて、うん、ちょっと同じ丸はつかないなっていうようなイメージだったんですよね。なるほど、そういうことですか。まあ、結構ね今の最新号でも、あ今じゃないか先月号でも書いてましたけど、うっかり足立みつるに聞いちゃったことがヤフーニュースになるみたいな、そういうこううっかり感があるのがいいですね。印刷会社に行ってもそうだし、う青山帽子に行ってもそうだし印刷会社の会面白かった、そう話題性があるそうなんですよ、ね、そういう意味かつちゃんと面白いところに聞きに行ってるっていうのもあって、うん、まあ、本当にありがたい、うんうん、あのいいこと聞いてくれますよね。いや知りたいことを聞いてくれるっていう、うん、なんか、まあ、言い方が悪いけど本当に読者目線で会いに行ってくれてるんですよ、はいはいはい、そこそ聞いてほしいみたいな感じで、そう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 、うん、そのねその刃からコナンまでの休みが全然なかったみたいな、ああみたいな、そう素直にああって思えるのがこの仮面凸漫画ならず道のめっちゃいいところなんじゃないかなって思いますね。なるほど、うん、これはなんかいいですね、うん、いい漫画だと思います。いい漫画っていうか、この人この先普通の漫画の連載とか始めるのかなそこ難しいですね、うん、ちょっとわかんないですけど、なんか月さんの面白いポイントの一つですね、
で早乙女選手した画数あ売れてるらしいと、これ僕丸つけてないような気がするから、誰か丸つけてくれたんだろうな、売れてるに。あ、1巻好調、2巻も期待大、あの2巻になってからあの、うん、2人を引っ掛け回してくれるキャラがあるんですか。そうですね、バレてね、あれがね、いい感じに動かしてくれるんですよね、うんすねうん、待ってましたみたいな。やっぱりね、だから2人のでずっと隠してるままだとちょっとね、そうそうそう、2巻3巻やっぱり四谷さんみたいな人がいないといけない、ね、そうですね確かに分かりやすいんだか分かりにくいんだか、メゾン行こうですよ、分かってます、わしらがわしらがもちろんそれがあのチヨン様の髪の毛がグラデーションかかってる方がやっぱりいい、うん、そうですね、うん、やっぱね当て馬は必要なんですよ、ラブコメには当て馬といじり役が必要、うんうん、確かに心理でさ、うん、その次か挙句の果ての、まあ売れてますよね、もう安定したことで誰も丸をつけなく、うん、そうですね、もう1巻2巻でラインができたかな、うん、ですね、あとは逃げていく話なのでね、うん、そうですね、面白い、またその時はダンスダンスダンス5巻でまでね丸をつけちゃうんだよな、申し訳ないいやなんかこの漫画、まあ、スタート地点はまあね競技そのどこまでやるかってね、うん、いろいろブレがあると思うんだけど、そんな中でもそのロシアでやるっていう、うん、もう主人公がぶち抜けの存在にならないといけないっていう、うん、道があって、それをどうするんだろうなっていうのが、うん、まあ、1、2、3巻売れててね、うん、しかも割とじっくり書くじゃん、その幼い時間を、うん、と思ったら最近の連載でバーンと時間が飛んで、うん、もう本物の天才になっちゃったじゃん、なんか、うん、これが1からこのド天才だったら分かんなかったけど、あ、なんか4巻ぐらいまで使って振りだったっていう、先にもう楽しみしかないなって思ったっていうまでなんですよね、めっちゃおもろい、うん、という話、機関の動き出てきてますね今だったら、うん、いやずっと機関置いてて、うん、さらっと売れます ね、うん、売れる回転が早い、さらっと売れます、もうメンチンしようぜみんなで、うん、ということですね、という話、メンチンしてましたね、メンチン、はい、ドボーってやって今日お店に行ってうん、あでそうさっきその仮面との話だけ忘れたけど、青山剛昌の新刊が出るんですけど、青山剛昌へのいい感じのインタビューも入ってるんで、あ仮面とさんのところね抜いてどうでしょうかって話、しかもあの本人の自画像をそのままちゃんと漫画の中で使っちゃうっていうのもまあ程よいねでその次が、舞妓さんちのまかないさん、あ、うん、いやこれちょっとサンデーに載ってて、うんびっくりしちゃいましたね。そうですね。これ、うん、こんな漫画がサンデーっていいんですかみたいな。ジェネックスかスピリッツかぐらいな感じ。スピリッツだよ。いやかまあ月産みたいな感じ。ああ月産も。月産もありですね。もちろん月産出身だからそうなんですけど。うん、本当綺麗な漫画で。なんか明らかにちょっと週刊少年誌の時間の流れじゃない、うんうん、美しい漫画が載っていてあれって思ってみたら小山。いやこれだってもうあれでしょ、あの NHK の朝ドラの原作とかでもいい感じじゃないですか。いや本当にですね。そういう系統をあの画力で描いちゃうっていうね。いや取材力の高さを感じる。うん、やっぱ現代劇だと思わなかったですからね。あもうなんかそういう昔の話かと思ったらっていうぐらいで。でその思ったらのところもうまい、ね。うまいですね。本当まうまいってうまいうまいってうまいね。いや正直二十万ある二十万あるね。いいから、お父様に言わないでしょ、つけと勝手にいやこれはでもね、いいこれ本当、だからこの作品をガーンと売ってチロリも一緒に売りたい、いや、チロリも一緒に売ってほしいですね、うんうんうん、ってのが本当にあるかな、やっぱすごい、うん、うん、スピリッツの漫画がちょっと違ったと思うんだよね、ツートゥークレッシェンドだっけ、銀狼クレッシェンド、あー、ありましたね、さてと次は浦さん、俺たちのパーティーは間違っている、うん、これなんかもうちょっと俺軽い話になるんかなと思ってたんやけどさ、うんうん、意外に重い話ですよね結構、うん、浦さんデー系のファンタジーが売れてるお店なら売れると思います、うん、まあまあまあ、うん、もうヘルクあたりと同じ数であやっぱねこれを見てもそうだけど、まあ浦さんというか漫画ワンのはのしてんな、やっぱね、典型的にやっぱり本当に読んでる絶対数が増えれば現場にも跳ね返りがあるっていう、うん、
のはまあ言っちゃうんだけど間違いないだろうなという感じがしますね、うんうん、っていう話でいいですか。はい、全然大丈夫です。次がマセアズさんの参りました先輩なんですけど、あ、売れてる？うちは分かんない。あ、なるほどね。めっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白い。ちゃんと見たらそんなに絵は上手くなってなかったけど、もうあのセリフのセンスがもうめちゃくちゃいいよね。なんか濡れるって感じだもんね。懐かしい。いや、まだ地下西さんが丸つけてるが多分売れてると思うのと、一巻が本当に取れなかったんですよね。うん、でしょ。なかったっすね。でも重版のステータスもあったけど取れなかったっていうことは、もう本当に重版分がすぐ欲しいお店が多分多かったから、うん、あまりがうちに来なかったっていうことだと思うんだけど、多分売れてると思うのと、なんか後書き見ると2巻が出ることになりましたみたいな感じだったから、そういう予想値よりも売れてるんじゃないかな、うん、なんかね、もう全く思いつかない感じの女の子目線のロマンティックが詰まってるので、みんな読もうぜ。もう当たっちゃいますぜこれという話、うん、でジンバですね、うん、まあ、割とその成り物入りで入ってきたけどどうみたいな感じのことを聞きたかったので、うん、リーディングはまあちょっと伸び悩みと正直なところを書いた、うん、ところでしたね。じわじわです。なんかこう、うん、ちょっとずつ減ってるみたいな。止まってるかって言われたら別に止まってはいないんだけど、うん、売れてるかっていうとそんな売れてるってことではないなっていう、うん、うち3箇所出ししてるから希望としてはもうちょい売れてほしい。ただ止まってるわけではない、うん、あとモンハンプレイヤーへの訴求っていうことは、まあ、期待はしてたけどちょっと方法を私は知らなかった、うん、というような感じで、次がこれね、期待の丸ですよ。私んじ傑作戦、うん、よかったっていうだけなんですけど、まだ出てなかったんだっけな、もう、うん、第2弾出てよかった。あ、第2弾なんだね。よかった。確かに、うん、確かにそれもあるな。中身のことは全く知らないです。え、これって前回のやつってなんかあの前回は本当に初期集みたいな、うん、ですよね。いや、なんか前にその和田さんのやつで巻末とかのコメント作家さんが異様に豪華だった作品集って、これの前のやつ、これの前のやつ、ああ、今回も同じような感じなんですかね。どうなんですかね。全く、いや、俺はだってあのコメントのメンツだけでこれは買わねばと思ってしまったみたいなところがあったんですけど、うん、まあそんな作品であるということで、うん、その次がボニータですね。まあ同じっていうことではないけど、うん、銀トリコの原作の人ちょっとよくわかんないけど、なんか話が壮大なのと今売り、うん、1個前5でショッキングな事件が、うん、まあ、その幼少時のショッキングな事件だから、それが鍵を落として今どうなってるっていう構成が、うんうん、あまりにちょっと作りがでかすぎて一巻でどこまでやるのっていうのが分かんないんだけど、うん、まあ何だかんだ面白いから読んじゃうよね。そういう感覚。これはでもド SF ですね。ド SF っていうか、うん、SF そのものを書こうじゃなくてSF の舞台の上でこうジュブナイルみたいなことを書くっていう意味で、うん、もう高みにいる感じはしますね、うん、まあちょっと売れ方は分かんないけど、うん、やっぱ懐は広い。今はねクジラとかが評価されてるようなボニータですから、懐の広い漫画はどう受け止めていかれるのか、うん、その続きがなんかコメントは熱い。2人丸つけて2人コメント熱い。パーフェクトヒューマン、謎あり暴力ありお色気ありで分かりやすい。前作オーダーメイドが売れたらこれもいけると思います。その他成人男性の容疑者とか、オーダーメイド長く売り続けたのでこちらもお勧めしたい、うん、これはあの本当にあのすごいできる男がいた時にその男にはきっと後ろ暗いところがあるんだよみたいな、あの男のまあひがみが、そうひがみ願望が始まってで実際裏があるんだけど、パーフェクトヒューマン、うん、主人公のパーフェクトヒューマン裏があるんだけど、その 裏がすごい裏があって、でそのでもその裏が明かされるのは結構序盤なんですね。でその後、うん、あの大ゴマっていうなあ、あの大ゴマ良かったよね、お前らみたいな、そう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 、なんて嘘だーっていう、うん、であの本当にギャグかなゲスク出し上がってくんだよこれが、うん、
でもそれに肉薄しようとする勢力もあったりして、これはなかなか本当に目が、あ、素直に目が離せないな。でそれであのいい感じにお色気もこう、うん、あの入れてきて、週刊、あ、まあ、週刊漫画誌やからね、やっぱりお色気ちゃんと入れとかないとねっていうのがあって、非常にあの分かりやすい、いい漫画です。いい娯楽も、うん、そうですね、あの本当娯楽ですよね、本来本来娯楽なので、まあそういうのってまあよくわかんないけど売れますからね、都市で売れないだけで周辺でちゃんと売れたりするから、うんうんうん、まあそういう意味ではチェックは必要ではある感じですかね。でちょっとなんか今丸つけたんですけど、ピリフワツーンっていう、ちょっとスパイスのやつ、柚子胡椒を作ってる身としてはちょっとほっとけないなすいません、これから読みますこれちょっとね、この2つ本当そうで、この袴田ミラーのオタク漫画家がみんなとご飯食べるよって、うん、タイトル的に絶対面白そうなんだけど、調べても調べても出てこなくて、うん、誰か教えてくださいっていう話を書いたんですけど、うん、それをさっきカラスさんに聞いたら、あのいろんなところで発表してたやつの寄せ集めだから、ご飯漫画、そう、このタイトルで調べても漫画はないという話だったので、まあなるほどなという、ちょっとね珍しく調べても何もわからなかったというパターンでしたというね、まあ、ただちょっとチェックはしておきたいかなという、本当はこの世界をゲームだと俺だけが知っている、五感で丸、ナロー系コミカルの中でも存在感があると思います。というのは売れてるんですよね、普通に。うん、で、あのナロー系ってまだまだあのコミカライズ、あの関数少ないものが多いので、とりあえず5巻まで出てて、いまだうちではあの棚回転ちゃんと結構いい感じしてるので、うん、そういう意味でもあのちょっと珍しい。なるほど。とりあえず一つ、ごめんなさい、ナロー系仕掛けようって時にもう何から仕掛けていいかっていう時に、まあこれ割と今手堅いのでっていうのも、アニメ化確かまだ決まってないと思うんですけど、ほらそのナロー系を仕掛けるっていうところが結構気になるところで、ナロー系って読者と書店員のどっちの方が上位のジャンルなんですか。いやまあそれはお店にもよりきりですけど、うん、お客さんの方が知ってるイメージがなんとなく探して買いに来る系みたいな、そうでもないですかね、どうなんですかね。だかその逆にその探しに来るタイトルってこの辺までで、絶対置いとかなきゃいけないタイトルはこの辺までみたいなので言うと、この漫画はどっちなんだろうな。本当ですね、あの一般的な、まあ、自分も含めていいんですけど、書店よりも詳しいお客さんってもちろんたくさんいて、でそのお客さんは逆に言うと、こっちが仕掛けようと仕掛けまいと、あの普通探して買っていくし、そういう人って要するに分かりやすく言えば新刊を毎月あの10冊とか20冊とかガサッと買っていく人たちなんですよね。そういうオピニオンの人ですね。この漫画を買う人には他のものを勧められそうラインってあるじゃないですか。例えばワンピースは無理だけど、ドリフはワンチャンあるみたいな感覚を、そのナローだけに閉じ込めた時に、そのこれはその周辺のタイトルみたいな、そのやけどナローの中 その柱、ナローの中のドリフターズって何なんだみたいな。ああなるほど、うん、その発想はなかったな。あのそういうナローの中の柱みたいな作品ではないです。あ、今幼女戦記とかなんですか。その二つはこれそのなんだろうな、その刹那的な幼女戦記はナローではない、ないね、ナローっぽくもないな。スライムとか、スライムだろうね、今柱を求める、うん、あで幼女とスライムはそもそも客層が違うんだ。違いますね、あのニアではあるけど違うと思います。その幼女選挙は今その要するにアニメをやってるからニューカマーが来てて横に流しやすいっていう意味で柱になりうるかなっていうところだと思います。やっぱ幼女選挙こうで、こうだよね。ああ全然違うところに中心がある。ここはいるんだ、いる、あの両かぶってる人ももちろんいるんだろうけど、全部のあの中心の円の中心は多分それぞれ別全然違う。幼女戦記と、まあ、あのオーバーロードほぼほぼ被ってんだろうけど、うん、同じ円だよねきっと、うん、幼女戦記とオーバーロードが被る、被ります、ほぼほぼ被ってると思います、うんうん、それが全然わかんないから、ちょっと自分の中でも整理しておきますみたいな感じです、ね、まあその人を流せる漫画と人を流せない漫画があるっていう中のそのまあ今面でしょこれっていうのと、うん、まあその面の横でこれなら売れるんちゃうという感覚、まあ、そうか、なんか俺があれかナロ系が分かんないっていう感覚で
世の中の漫画担当を考えればいい。なるほど、確かにそういう視点もありですね。かもしれない。うーん、なるほど。なんでしょうね。いや、ナローの丸がこれもう本当やってきてずっと増えていく一方ですよ、ナローの丸ってチェックの中で。でもいつも全然わかんないから、うん、もう話を聞きながら類推していくような感じなんですよね。逆に例えば僕らとしては、じゃあミキサーに最初に何を読ませたらいいんだろうってことを考えるか、そういうおすすめ系みたいな感じなんですか。まあこれ今言ってた、まあそのミキとミキすいません、はいはいはい、中心にの柱になるような、あ、そっちの方ですよ。新幹線の感じ、なんか自分で言って自分でおかしくなった、それまで。でも多分ナロー系で得られる気持ちよさって銀河英雄伝説でも十分摂取した気がするんだけど。なかなかまた違う、まあところ変われば品変わる で、ね、やっぱりキャラクターとかによってまた快感も違うしみたいな感じじゃないですか。うん、ちなみに何が一番好きですか、そのナロー系の中だと。いや、あ、まあ、あえて一つ、そんなにそんなに好きでもとか言っちゃうとあれだけど、なあ、まあ主食ではない、おやつぐらいだからね。そんな中で1個進めてもらうのであれば、ちょっとじゃあそれをお待ちしております。はい、了解です。ちょっと考えさせてください。宿題にしてください。宿題にしてください。なんか読んだことある。僕は無職転生。でも確かにフラッパーでやっちゃうと面白かったね。あ、無職転生。うん。本当そのくらいだったよね。ちょっとあれなんだよね、あの、まあ、あのこれちょっと配信では関係ない話でこれだけ言っておくと、やっぱナロー系の定義をちょっと緩くでもいいから考えたいっていう、転生しなきゃダメっていう。いや、大雑把。ナローで読めるやつ。いや、メディアなのかね。でいいなら、でいいならそれはそれでいいんだけど、うん、競技にはやっぱりそのナローで発表された作品だと思うし、うん、まあ、講義にはそのなんつうの、白黒系みたいな白黒版で出るものみたいな感じになるのかな、うんうん、まあ、確かにそこは分かってないところ、異世界居酒屋はじゃあどっちなんだみたいな感じになりますかね。そういう感じ、異世界居酒屋ナロー系、だから俺金田定義だとナロー系、現代の知識をファンタジーに持ち込めばナロー系。そうですね、それもまたちょっと違うような。あ、分かった、ちょっとこれはやっぱりあの長いフィールドを移さないと、ちょっとこの話とだってそうなると戦国自衛隊もナロー系になっちゃうんでしょ。戦国自衛隊ナロー系ですか。いや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 、ナロー系っていう言葉がなかった時代の本までナロー系にしちゃうわけ。いや、それはでもそういうことは思いにしておきますか。そうなると、あらゆるいわゆる白人酋長ものの小説は全部そうなってしまうみたいな。まあ、でもヤンキー系だって今考えたら、うん、まあ、ヤンキーってことなかったじゃないですか。小爆だってヤンキー系とは言ってなかったんですか、当時。今はヤンキー系って言っちゃうわけですから。レダーもナロー系なのか。ビギニアンはだって当時言葉があったかとか分かんないでしょ。まあ。これは分かんないですね。ちょっと。まあ、ところどころのお客さんの都合に合わせてジャンルは組み立てていくのがよろしいということでしょうな。まあ、私途中モンスターっていうタイトルを言ってるんですけども、これちょっとその、全くうちが強くない、神本さんなんですけど、の中ではまあワンチャンスあるような感じのするあのスーモっぽいやつですよね。スーモっぽい、あ、まあそうですね、その宇宙人になるみたいなモードの時はね、なのでまあなんかこういうとこが風穴になって神本さんと付き合い出たりすることもあるのかもねっていうほど売れるかわかんないけど、なんかそういうちょっとスタンスを出したりだけ、うん、でその新ダークネスなんですけど、丸はつけてないけどコメントはしていて、うん、まあ、都市伝説とホラーものは一定の需要があるとかいう、うん、っていう話の裏の方で、これは多分電子の方で発表されてるって、まあ、そこそこ評判というか売り上げのやつは紙になってくるっていう流れだと思うので、うん、まあ、さっきちょっと話してた、ね、骨が腐るまでの話ですけど、その電子の方で需要が、まあ、ある程度読まれてると紙の方にも進出してくるっていうような向きも、うん、これからあるんじゃないかなっていう風な感覚ですね、うん、これなんかちょっと今までも多分あったと思うんですけど、黒船来たな感がちょっとあったの で、うん、でその次が明日のジョーに憧れて3巻ですね。まあ売れてますよというと、うん、まあね、そのドリームスに立ち会って何を思ったのかを教えてほしいんですよね。本当にドリームスの作画をしていて何を思ったのか、それを知りたいという話。でもその次は川原先生の
これなんかコメントがすごい不思議だったんですけど、ほう、はい、機関工場です、客層はちょっと上の方の男性なのかもですねって、いや上の方でしょって言ってたんですけど、どのくらい、そのカリナさんが上の方で言ったら50代とかなっちゃうぐらい、いや30代以上しか買わないでしょとしか思って、まあ、言われてみればそうだね言われてみればそうだね、あ、なんで言われてみればそう、なんでそう、なんでそう書いたんだろう俺、なんか、うん、あれか、あの新書サイズだから割と若い子にっていうような、月間ですよ、月間あったのかねそういう話を言いたかった、はい、まあまあ校長なら校長でございますということで、先住少女、うん、不良キャラとのやり取りなの、なんかその女の子のキャラクターがを立てて、うん、このキャラ一択でみたいな、もちろん漫画だと思うんですけど、うん、なんかそのいわゆるこの不良の男の子のキャラクターがいるんですけど、はい、とのやり取りをしてる時が一番なんか面白いなっていうふうには思いましたね。なるほど、うん、なんかちょっと題材が渋い渋すぎる、いやなんかそのこう確かにその2つは今まで結びついてなかったからありなんだけど、うん、もうその結果別にそんなに訴求するところになってないんちゃうかそこ確かに未開拓ではあったけど、そこ開拓したら誰も住まねえよとかそういう感じですか、まあそうですね、その砂漠でね、うん、田んぼを作ろうみたいないやなんかこれ女の子単品だったら本当きつかったと思うんですけど、この男の子とやり取りしてる時とか、その先輩とやり取りしてる時のシーンがちょこちょこいいなっていう、やっぱともちゃんは女の子は偉いっていう話ですね、うん、そういう流れになるかな、うん、そうですね、だからそのなんか先月かな、なんかツイートしたんですけど、うん、そのあのタイトル忘れた、別漫画の美術部の漫画もそうですけど、先ヤンキーのヤンキーっぽい美術部、あれあモデルになってくる、はい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 、漫画もそうですけど、うん、その割ともう男と女が、うん、そのチャイチャイしてる、うん、漫画でももういいんだと昔なんかいやそのラブラブに男が出てきて炎上とか、はい、平穏には男が出ないとか、そういういろんなこう線引きがあったけど、もうなんか出てきていいんだなっていう感じがすごい、いや素直にラブコメでいいから、みんなねあのサンデーとかに帰ってくるわけですよね、だからなんか、うん、その男は男の役割をしないし、うん、女の子はなんか女の子っぽい役割があるみたいな感じだから、うん、その恋愛に発展してないというか、うん、なんだろうな、理想的イチャイチャ状態みたいな感じが、うん、だからなんていうのかな、告白する前にもう告白した後みたいな雰囲気の漫画が今多いですもんね。それで後からなんか告白をすごい重要なシーンであるかのごとくみたいなのが、うん、まあ流行りなんだなという感じがすごいですよね。あの女性しかいない世界も読みたいけど、みんなラブコメも読みたかったみたいな感じなんですかね。それをさらにひねると、うん、女性に男の役割を若干持たせる、またそっちになってくる、さっきの別漫画の漫画みたいな感じになってくるっていう、はい、うん、もうめちゃくちゃですよ世の中は世の中までいっちゃうか、愛と誠、だからエロ漫画で TS ものがやたらと出てくる、やたら出てきますなまあそれもそうですね、講義行き着いたよね、男の役割とか女の役割とか、うん、取っ払って、うん、まあ、俺たちのことを分かってくれる女の子はもう男が女になるしかないんじゃないかみたいな、そういう流れですもんね。だから俺たちのデグさんだろTSK だから男が女になって読めるのがまあやっぱりユリ漫画だったのかなっていう感じ、あ、まあ、それは多分ずっと前からそうだと思うんですけど、うん、逆にその男を女が引き受けてることが起きてるんだなって思うんですよね、うん、昔はその男が入れないことでそこに、うん、なんかこう固くしてじゃない、はい、固くじゃないんだよな、その正義感妄想というか空想として入れたんですけど、今はその女キャラに男を固くできる感じが、うん、まあ、新しいなと思って見てますね、うん、まあ、デレステの本当に城ヶ崎アネとかそうだよね、あれも本当に男の欲望を固くされてるから、まあ、そういう漫画は流行るっていうか今までもあったような気がするけど、なんか雪の中では顕著に起きるような気がする、よほどもうユリのジャンルの幅がないから、もう昔は雑誌がたくさんあったけどね、うん、昔ってそうか、俺も昔とか言うようになったんやな数年前を、つぼみとひらりとユリヒメとみたいなのは、ここであれなんかね、図鑑のあの話をまで持っていくべきなのかね本当にだって明確に役としてあるじゃないですか、役は役なんですよね、うん、だから
その塩梅としてこう読者がうまく勝手にそう読んでるという、うん、やっぱ演出なんだろうなっていうのが、うん、つぼみはちょっと違ったけど、ひらりとか、まあ、今のゆり姫の売れてる系の作品っていうのは割とその、うん、ジェンダーに入ってるというか、そのOLになっちゃうともうそこは多分切り離せないと思うんですよね、うん、OL として働くっていうこと自体にそのキャリアウーマンにしない限りは、うん、なんか性別がどうしても入ってくるから男は入っていけないと思うんですけど、うんうん、なんか女子高生同士ぐらいだとなんかそこがすごいフラットに入っていける、うんうんうん、けど、まあ、例えばなんだろうね、ゆり姫って結構大人の話多いじゃん。あ、多いですね、うん、あれすごいそのゆりをゆりとするには、まあ、そうなるというか、まあ、ひらりも割とそういうの多かったような気がするけど、うんうん、ひらりは女性作家さんばっかりでしたもんね、うん、なんか元々文学系のゆりだったっていうのは確かに、うんうん、あれまさに本当文学で詩の詩的なこうゆり漫画世界だったっていう印象がありますけどね。ゆり姫そんなにつぶさに読んでないけど、ひらりはその生理の話とか書くのがもうめちゃくちゃもう男を拒絶しててよかったと思うんですよね、うん、懐かしいな、ひらりもう今日はなんか長くなりそうな話がところどころ出てきては長くなりそうだから多い。いや、やっぱ4人ならではのとりあえずまずインフェクションにコメントが最近棚回転がいいですって話があったので、うん、まあ丸はつけとこうと思ったので丸はつけました。そのままです。やっぱ結局みんなおっぱいも読みたい、うん、ソウルリキッドチェンバーズ2巻に丸、まあ、これもある意味おっぱい案件というか。俺は大好きなんだよいやでも1巻の想定めちゃめちゃかっこよかった。1巻の想定はね、ベスト、あの、うん、漫画では絶対になかった。あのまま映画の DVD のパッケージにしてもいいぐらいの感じの。元引きというかね、その時が、うん、なんだっけ、わ、名前すごい。スーサイドスクワットとかあったから、うん、なんとなくわからんではないとはいえ、圧倒的な存在感のある。うんうん、すんげえかっこいい、ね。これはベスト想定というか、並べたくて並べちゃう想定でしたね。うん、すごかった。嬉しい。うん、2巻の想定気になるけど、でも色変えるだけでもまだかっこいいもんな、うん、色違いで並べていったらめっちゃかっこよくないですか、うん、次黄色がいいな、間違って買いましたと発音みたいなこれはね確かにベスト想定でしたけど、どこかやってたのかはちょっと調べてないや、うん、っていう話でいいですか。でも、はい、中身はね、はい、で私の節棚に丸がついてて、うん、これ最高の丸ですね。こういう丸を俺たちはつけたかった。まあ、売れの方につく丸でしょうけど、うん、売れてます、ちなみに。いや、まあ売れてますよ。っていうかもう安定して売れる作家さんなんで、うんうんうん、なのでまあカラスさんには問いかけず、うん、あのコメントの方では僕神谷町別に意外じゃないなって思ってて、うん、でそのターミナル駅のキオスクで買ってもいいぐらいの漫画じゃないですか、はいはい、そうですね、出張先のコンビニで買えば安定みたいな、うんうん、確かに浜松町売れてるのかな。いやこれ多分売れる作品なんじゃないかな。マジですか。じゃあちょっと、いやちょっと分かんないんですけど、ちょっとごめんなさい。昔なんかその浜松町にブックスタンドがあったらしいんですよね。あ、そうなんですか、うんうん、多分文教堂が強くて潰したんだと思うんですけど、うん、あそこはねすごいエロが売れてたんですよ、うん、そのフランス書院の小説とか、はい、うん、まあ、全然目あるんじゃないかなと思ってて、うん、ソフトウェイ、そうですね、出張のお供らしいというか、ね、それ今ファミマあるとこじゃない、はい、あ、ちょっとどこだったかは覚えてなくて、多分今ファミマあるとこそうだった、うん、で結構ソフトエロ系とかは全然ワンチャンがある、うん、すごいリッチ的にお酒取ってる、うん、あるある思ってるので、もうこれ浜松町案件だと思います。了解です。そのソフトエロ系の中では僕はベストでこのがエロいと思いますね。試し読みいただけるじゃないですか、うん、ね、エロいなぁと思いながらリードしたのやつがいる。その次がモンスファイター、涼子が話題になった割には売り切れず、うちも同じくですね、食材もまだ頑張ります。うん、話題を実際につなげるっていうテーマだな。
魔王城の休みがまあ売れてるというものですね。サンゴは底堅い漫画を作ったな。で、立ち上がれ奥さん、はい、一巻校長ファンタジー系作品とまとめるときにご一緒、あ、いかがでしょうか、うん、これ影さんというのがこれファンタジー、ファンタジーというかその、お、もうあの魔王との戦争が終わって、うん、オークさんがもう絶滅危惧種になってて、うん、オークさんがあのサオダンユーをやってるっていう。ああ、うんうん、だからこうその辺がもう曖昧で、オーク探偵とかもそうなんですけど、はい、僕はその辺まで全部ナロー系なんですよ。ああ、ナロー系枠に入るみたいな。まあ、そうは言ってもそういうやつもわかるぐらいの。感覚じゃないですか、うん、そのうん、絶対違うよとまではないような気がするんですけど、なんかそれって何なんだろうなっていう、うん、信頼と述べるでもないけど、うん、なんだろうな、難しいな枠が、うん、でも多くが主人公だったらありみたいな、ナロー系枠みたいな、いや多分もう既存ファンタジー上既存の役割みたいなものが設定されてるのを、うん、ひねるっていうところまでがなんていうか、要するに全部二次創作なんですよ、ナロー、ですね、僕にとってはナロー系もそのオーク探偵にしても、うんうんうん、まあ、既にある設定をどうねじって、うん、その現代的にお客さんに提示するかっていうことが講義のナロー系なんで、グレゴリウス山田先生とかもナロー系に入る、入りますね、多分一番その純度が高い、うん、純度が高いっていうのがこの場合、場所難しいな、流行り螺旋人が入らないぐらい、うんあれはオリジナルの物とかをよくよく書く、だとグレゴリウスはまだどっちかというと歴史に背景がある側なので、だ元引きがゲームかどうかなんですよね多分、あで僕の感覚だと、そういう判断基準的、うん、はライン引き、そうそう、線引きがウィザードリーとかじゃなくてファイナルファンタジーとかだ、日本の今の日本のファンタジーの元引きするべき源流ってやっぱりゲームだから、そういう意味では確かにそうですよね、その辺はちょっとひっくるめてナローっぽいなっていうふうに、うん、見てる、じゃあベルセルクは、いやあれですよ、ベルセルクはもうグイーンクラスでしょ、またなんか難しいな、いやグイーンサーガークラスでしょ、あですよ、いやそんな言うと長野守らどうなるのみたいな話なんですけど、あそのいや期待してるオリジナリティ度合いみたいなものと、うんうん、その要するになんかパロディーとしての二次創作としてのうまさの、うん、まあ、期待度、ダンジョン飯は二次創作でしょ、ですよね、あの入る、あの要するに読者と著者の間にあの暗黙の了解としてのファンタジー知識がある、多くって言ったらこういうものっていうのが漠然と僕、うん、著者と読者の間にあるって、うん、あそうか、それで言うとちょっと確かにダンジョン飯は二次創作ではないですね、うん、難しいな、いや難しい、ワンパーツを創作に二次創作するわけじゃなくて、その世界観自体をひねる場合は、うん、まあ、必ずしもそうじゃないな、あ図式だけをパクってるところっていうだけだ、そうですね、うん、そこにどう一味足されているかに期待するのかどうかというか、だからよりオリジナルを読みたい場合はやっぱりナローを読むよりはその新人のデビュー読み切りとかを読むところに面白さがある一方で、まあ、今ってすごいツイッター含めてその二次創作の楽しさってやっぱり、うんある、僕もすごいジャンルで好きな二次創作とかあるから、うん、その二次創作需要度が高いっていうのもまた一方でわかるんですよね、うんうん、だそういう綱引きっぽいなっていうところで、多分僕がそのナロー系ってここからでしょっていうのは、多分一次創作と二次創作の作品中における比率が、うんうん、多分僕はかなりその行き地が低いじゃないかなっていう感じはしますね、うんうん、確かにそのね、いわゆるよくある系のそのナロー的なものって、そのスキルとか魔法の説明とかレベルとか、そういういわゆる分かりやすいっていうか、そのある一定のその我々の中では共通認識みたいな、レベルってこういうもんでしょとか、スキルってこういうもんでしょみたいな部分のイメージみたいなものが湧いてくるみたいなパターン多いですよね。例えば多くって言った時に、まあ豚っ腹で野蛮で、まあ、雑魚モンスターでっていう共有認識はあるんだけど、雑魚は初めて聞いた、いや雑魚、あ雑魚雑魚でしょ、ごめんごめん、あの雑魚っぽいみたいな、それ共有認識あると仮定した時に、でも作品によってはそうじゃない作品ももちろんたくさんあるわけで、でトールキンの
多くとか超怖えとかあるじゃんわけだけど、そのオリジナルで多くをちゃんと作ってる作家さんと、その共有認識の多くなりスライムなり何でもいいんだけど、勇者でもいいですよっていう共有認識を使って作品を作ってるか、それとも一から世界を作ってるかの差ということでいいのかな。そうですね。でまあまあそうですね、その違うことの違いの深さ、あまりに違ってすごい場合もあるかもしれないですけど、まあ、それなんか面積的なもので、違う部分の数と違う度合いの深さと、難しいな、バランスというか配分というか。いやもうそれはこの手のジャンルのって結局、まあ、いわば水かけ論ではありますよね、うん、俺はこうみたいにどうしてもなっちゃうとこあるか。でさっきそのカラスさんがあの、うん、戦国自衛隊はっていうのすごいいい定義、いい定義だったなっていう感じがあって、そう確かにそうなん、じゃあ確かに俺もさっき一度線自分で線引いたけど、じゃあ戦国自衛隊入っちゃうと言うと、いや確かにそれを入れたくないなって思っちゃう。そうそうそう、めっちゃ言いたいことあったけど忘れてもた。お疲れ様です。いや、太田さんの丸勝手につけとく論がだいぶ、はい、いや何かけてる。いやでもね、さっきのその俺そのみんなで話してた中で、そのレベルとかスキルとか、うん、そういう部分の説明を全く省いても読めるっていうか、読めるでしょって思いつつ作家さんが書いてるものが一番ラインとしては近いのかなみたいな感じはした。一番、うんうん、狭いです、ね、意識すらしてない。そうだから、ゴブリンが出たって言って、文中にゴブリンが出たって言ってきたら、もうみんなが頭の中に浮かぶゴブリンは一緒みたいな。そもそも小説で言えばゴブリンが出たってありえないですよね。ゴブリンとは何かって描写は必要じゃないですか。そうそうそう、でもナロー系だとそこがすっ飛ばされて、ゴブリンが出たで済むっていう。いやこの話すらね、東博樹のシミラークに加わられてると思うと誰も進歩してないなっていう。でまあその結局その知らないものを読めるから、うん、まあフィクションを読むっていうのが面白いっていう意味で言うと、まあ9割知ってるけど1割違うぐらいが、まあ一番、まあ、気持ちいいのかもなっていう気は、まあ、あとは逆に全部知ってて読むのが楽しいみたいな、お約束の塊みたいなやつも楽しい。追体験することも楽しいしね、うん、結局、うん、ああ追体験もありか、だからそれは娯楽としてはその楽じゃないですか、うん、あのどうなるかわからない、頭使わなくていい、どうしようっていうのをドキドキしながら読むよりは、うん、あこれはこうなるって分かってるんだよっていう話をもう一遍、あの役者さんが変わって同じ話を何度も芝居見るようなもんだよね。スパロボ何回もやっちゃう、スターシステムみたいな。そういうことだよ、そういうことですよね。今回はちょっとこれキャラを使ってみようとか、なんかどう配信の趣旨はどうしたみたいな感じで申し訳ないですけど、今日いやでもなかなか今ナロー系とは何ぞやみたいな話、噛み応えのある話になってこれ今もう配信をしてますよ。してますけど、今日はなんか結構4人しかいなかったから、膨らんで膨らんでいろんな話があっちゃいきこっちゃいきして、で、あのミキさんからナロー系の丸がどんどん増えてるけど、あのミキさんはよくわかんないんですよね。じゃあ僕らがそうどう進めたらいいんだろうっていうことを考えたらいいんだろう、ナロー系とは何ぞやみたいな。でその時にね、あの俺がどこまでナロー系みたいな、ナロー系の定義が欲しいなって言っちゃったもんだから、そう来られそうだよ。でもその一番さっきミキさんが提示したあの概念って多分一番広いんだよね、うん、狭いところで言うとそのレベルないし、そういうレベルスキルゲーム的なそういう要素が世界の中にぶち込まれていて、それによって説明とか描写を省いちゃってる先はまあそうだよね、うん、要するにあの転生もなんか特にそうだけど、神様に、うん、神様と相談してどうしますって言うと、いやチートがいいなみたいな会話をする、数値化されててね、そうそうそう、自分のレベルをこうでああでこういうレベルにしたいみたいな部分とかが分かりやすいのかな。売れコミカルさんで売れてるとリーモンスターとかそうですよね、うん、であるいはその、勇者が魔王を倒すっていう図式があって、その図式またストーリーが終わった後から始まる、うん、強くないままニューゲームとか、うん、はい、この辺がそういう図式をそのまま使うっていう話でした。いろいろ読者の楽しみとは何だよと。そうそう、ちょっといろいろ表に、すいません、僕のビール取っていただいていいですか。話が本来、ね、ちょっとやっぱね、そう、ミキさんにおすすめする、あのナロー系の前にミキさんにおすすめする小説なり、ミキさんにおすすめするラノベの方が段ボールに何箱とかになりそうな気がする。いや、それはそうですよ、だってそれはとりあえずね、いろいろ、まあ、いろいろ読んでほしいみたいなのがあるんじゃないかなみたいな。それありますよ、ね、まあ銀英読んでいただいたら素晴らしかった。まあ、話の途中ですけども、太田さんが参戦して、太田さんはですね、今日丸星取りが全く終わってないなんですってので
どれが丸かを、まあ、我々がつけてて叫ぶ的ここまでの間に太田さんがつけそうかどうかっていうやつだけちょっと遡りますか、上がりましょう、聞き取りというか、お前これつくのかって話だけしてみますか、うん、そうです、うん、革命門が、革命門はそうでもない、なるほどな、メダカ君さよならはまだチェックしてない、チェックしてない、でもうそろそろ締め切りでしょ、申し込みの、そうなんですよ、何もできてなくて、うちなんか今日だよ提出日締め切り、俺も出したで今日、うん、なんか献金用出したけど大丈夫間に合うの、いや明日締め切りやったけど、青のフラッグ、青のフラッグ、青のフラッグはつきます、おこれはこれはちょっとみんなが予想していた、うんうん、いや売れるの、いや少女漫画じゃないですかかなり、うん、なんかこうそれを心得て売れば売れるかもしれないけど、でもなんか珍しくすごい丸が多かったんですよ、うん、6人ついてる、あとはね太田さんがつけそうだったのはブラックトーチ、ブラックトーチもちょっとあれだよね、なんか読んだら30コインプレゼントみたいな、何その物件知らないんだけどジャンププラスの、あそうなんだ、最近やってる、あそういうやり口があるんだ、うん、いやそれいいね、ありがたいですね、1話読んだらみたいな、はいはいはい、あそれいいやり方ですね、青のフラッグあたりからやってるから、ね、その辺からは結構入ってくるんじゃないか、多い、ただまあそれがね本にどう結びつくかっていう、あでも今日ねそういう話をずっとしてたんですけど、その骨が腐るまでって例えば別曲がりに乗ってたらこんなに売れてないんじゃないかみたいな話してて、結局そのどこで読まれても1割か2割ぐらいの人しかもし買わないのであれば読んでる人の数が多いだけでいいんじゃないかっていう話で言うと、そのジャンププラスのユーザーに対して読めば30コインという施策はまあ絶対腕につながるよっていう、うん、これそれ青のフラッグぐらいから始めて、今月売りかな、その辺ぐらいからだと思う、なるほど、これちょっとまあかけてもいいけど、じゃあこの2つは売れますねと思ってる、まあその 媒体によって打率の高い低いは多分ねないと思うね、うん、そんな春田ぐらいしかない、高いとか低いとか言えるの、でもヤクトーチは個人的には丸かな、おいいじゃないですかで他に太田さんがつけそうかなっていう話をしてたのは、将来的に死んでくれ別間が、チェックしなかったです、学ぶる季節求めと思うよ、雑誌は読んでない、別間があの文学部の女の子たちがセックスの話です太田さん絶対丸だと思うんだけど、楽しそうな、うん、ここあ丸っぽいな丸っぽいな、休みいつなんですか今週、丸つけてください、明日休みやつばっかりじゃないか、イエーイ、じゃあ太田さん、あとはお待たせしましたとか、アーティスト梅さん、うんうんうん、まあじゃあ明日休みだから、まあ明日つけてもらいましょう、はい、ここでキャッチアップせずに、うん、じゃあ先に進んでいこう、はい、なんか偉い話がなかったな、魔王城でお休み、じゃあ立ち上がる奥さんから、そうですそうです、今なぜ悪童文庫ですね、ですね、ああ悪童文庫はね、まあ、残念ながらリニューアル休刊となったミニラクルジャンプですけども、割と雑誌の中で抜けて面白かったね、っていうかあの志村たか子とかもあるんだと思って、ミラクルジャンプのリニューアルがどこに向かうのか全然予想がつかないので、まあでもミラクルジャンプってそういう雑誌だもんね、急にリニューアルしてそのなんかすごい面白いの急に出してくるみたいな、休みみたいな、休みまあ史上一番面白かったのが休みだから間違いない、間違いない、なったなみたいな、本当に想定かね、もう出ると思ったんやけどな、弾丸ティアドロップに次ぐクソ雑想定だったからな、売れたんぞ、でも未だに棚で売れてますよまあね、インパクトあるよね、未だに休み置いてる、未だに置いてますよ高田のままいや絶対第二のテラフォーマーズになると、それはないえ、マジですか、銀河伝説ウィードでしょ、いや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 、あれは逆漫画です、あのインパクトはテラフォーマーズばりにあったと思うんですけどね、あれはですね、なんか割と話が真面目だから、
当時、いや、うまく転べばマジでテラフォーマーズ行ったと思ったんですけどね。なんかこう真面目にやってるのがいいんだよね。配信史上一番笑ったのは休みの話してる時ですから。あ、マジですか、うん、そんなに受けてたんですか、うん、その時、ね、あのその時確か兄弟の漫画読むだけサークルの人がたまたまゲストで来てて、その人が休みを全く読んだことがなくて、ああみんなで手元の休みを説明しても笑うしかないみたいな感じで、はい、細かいに面白かったですからね。そのリアルに、うん、その二足歩行の動物、あ、四足歩行の動物が二足で立つ、はい、その骨格的に無理のない感じの描き方とかもめちゃくちゃ面白かったんですけど、データ残ってないですか。表情の描き方がめちゃめちゃ面白かった。面白かったね。ボノボノセックス。知念でもね、やっぱり絵の力としても、ね、そう意味がないんだよ。いや、やっぱ傷跡を残したんだよね。うわね、ミラクルジャンプこの漫画界に。そ, まあ、そんなミラクルジャンプで、これ結構面白かったな。その古本屋っていうことなのかな。うん、なんか割と人間の、ね、欲求とか汚い部分とかをこう割と露悪的に見せる。まあ、主人公のキャラが本当に、ね、うん、強 い, い, い、ね、キャラ漫画としてあり、ね、あとあの編集の女の子のボケっぷりも面白い、うん、ってところはあるんですけど、これじゃあどんな想定になるのっていうか、多分主人公のドアップとかになるのかなとか思って、そうなると男性読者はあんま買わなくなっちゃうのかなと思いますね。キービジュアルでなんか本持ってるやつあったじゃん、うん、あれをそのまま想定されるとちょっと、うん、あんまり売りづらい、売りづらいですね、確かに、うん、だからその外見からどんな作品かがあんまり分かりにくい、ね、ミラクルジャンプ、まあ、今のも読んでもらったんですけど、うん、最終回の漫画は明確に最終回と書いてあるんですけど、この漫画は続きはどこかで読めるかもみたいな感じしてなので、あ、まあ、続くとは思うのと、はい、あとはその朗読とかと相性はいいので、やっぱ女性に跳ねていく方向を見てる感じは、うん、まあ、結局ね、こういう危ないイケメンみたいなのって女性読者に対する訴求力が強そうみたいな、うん、これはね、声で聞きたい漫画はきっと、うん、なのと、あの吹き出しの中が面白いよね。あの黒字にその白の罫線の文言用紙を書いてみたいなのとかが、なかなかちょっと頑張ってるなと思って、うん、頑張ってる感想があるよね、うん、新しい感もあります。うん、うん、まあ、レイチェル・ダイヤルと同じ編集の人とかだったりせんかなみたいな。ああ、そうなんだ。いや、知らんですけども、そうなんですね。失礼しました。一瞬すごい納得しちゃった。いや、全然知らない。まあ、ミラジャンの中ではまあ、そういう意味ではその明確に残すって言われてるような、うん、まあ、他に比べればね、もう本当にめちゃくちゃ終わったからね、うん、びっくりするぐらい終わったから、何もないじゃん。いや、本当にリニューアルとはみたいな。で、なんか新人漫画賞のね、隠し種みたいなのとりあえず全部のつけとくぐらいの感じで出してきたから、うん、やっぱ思い切ったリニューアルだなと思って。前どんなリニューアルだったっけ。前はテラフォーマーズがいなくなって、あもう覚えてない。娘とか売れてると思ってたんだけどな。終わるんだろう、うん、あったな。懐かしい、懐かしいというレベルの昔ですね。正直でもそういう役割でやってきてる雑誌だから、まあ、うん、うん、ミラクルからね、もっと読み切りを増やしてほしい。そうね、うん、昔も読み切り載ってましたもん。やっぱリニューアル直後が多いんだよね、やっぱり。そっから10号ぐらいは、まあ、やっぱ読み切りが多いと雑誌買わないとっていう意識を強くなるところはあるかな。そうですね、うん、これ単行本とか収録されるのっていつだって感じになっちゃうから、集英社ってそういうの少ないから、うんうん、救済措置がないからね。でもやっぱあの女子小学生監督漫画なくなったのがもう悲しくて、 あれ最終話が最高だったの。最終話がベストだったんですよ。そのうん、学校での生活を書いてるっていうのが、もっと早くに来てたらもう教師ビンビン物語みたいな感じだったのに。懐かしいな。いや、言葉しか知らない。わかるんや。ないやいや、中身は知らない。野々村誠が出てきて先輩って言わないといけない。そう適当に言ったことが深くなってしまうんだね。いやいや、そこはもうここでおっさんがいるから。そうそう、おっさんがいるからね。抱きしめてトナイトを歌いますよ。そうそうそう。抱きしめて共通言語、共通言語。トゥーテゥーテゥー。まあ、そういうね、ミラクルジャンプがなくなる一方で、うん、フルドラムってどこですか。フルドラム丸。
丸？確かに。いやもうね、好きなマラダつけた太田さんがウルトラマン作る。これ雑誌のことだっけ？これやんじゃん。やんじゃん。これやんなきゃ。やんじゃんです。まあ、いかにもって感じですよね。いかにもって感じですね。スラムダンクみたいな。映画の安定感がかなりあって、うん、ラグビーだよね。ラグビー、うん、月スピードもラグビー始まってるじゃん、うん、あれと一緒に併売がいいだろうね。 あれと一緒に併売がいいけど、いやオールアウトでしょ。いやどっちもだって客持ってないんだから、持ってないとしてつなげたってしょうがないじゃないか。オールアウトはなんかケツがプリプリしすぎて、オールアウト BL だからねほん、ま、そっちか見るとこほんまスコリアンケそうなんだ。いやオールアウトはもうずっと BL マン。天瀬しおりはそもそもそれを書くのがうまいじゃん。あのバーズのなんだっけ、鳥物帳みたいなありましたね。それが何ですか。そんな天瀬しおりがグランドジャンプで女の子を主人公に書いたから、めっちゃうまいよこいつってなったんだよな。なるほど。まあオールアウトはもう本当に BL アンコです。あれはまである。まあ普段は普通に、うん、なんだろう、面白いっていうか、まあでも読んでる客層は多分サラリーマンとかがメインだから、うん、なんかアイシールドみたいな広がり方はしないんだろうなとは思う。単行本になってでも。それこそ女性に広がるとか。ああ、そうですね。それはあるかもしれない。まあ、2巻とか3巻になってからかもしれないけど。そう、まあ、やっぱ待たないといけないですね、それは。結構、待たないとでしょう。ハリガネサービスも少年ラケットもそうですけど、必ず待たないと。うん。待たないとで。というか、そのカップリングの幅が広がらないと。物語の中の世界観というか、キャラが増えないとちょっとってことですね。ライバル高校とか、本当に出てきてみたいな。片翼シャトルもね、もうちょっとカップリングを増やさないと。その点西吉幸だけど、あ、まだフルトラマンされてる。男はこう最初からそうやってバーンっていっぱい出てきちゃうと、うん、ちょっといやそうなんですよね、理解ができない。最初のこう主人公にスポット当ててなんか、あ、そこはグラップラーバキみたいに対戦相手出てくるだけで一巻終わるみたいな、そういう初めの一歩みたいな、なんかこう釣り船で、はい、トーナメントのキャラ紹介で1週間終わるみたいな、はい、そういう、あ、でも本当面白かったな流れとか。まあそれは確かにそうですね。そのキャラが出てから過去をやるパターンと、うん、まあ過去まで書きながらキャラが出てくるパターンっていうのは、まあ典型的にちょっと男向き女性向きを分けてる可能性はありますね。そうですね。主人公にフォーカスして話を転がしていくって少年漫画の、まあ、セオリーであるじゃん、うん、漫画の書き方みたいな本には必ず出てくるから、まず主人公に感情にさせるみたいな。そうですね、うん、やっぱね、でもそれとは違うやり方もある。ヤマシペダルの女性読者はひみひみひみとか知らないでしょそうなの？なんなら忘れたいぐらい。マキちゃんと出てきてからでしょ。ああ、そうですか。アマチュアリで秋葉原までみたいな。だから脚力がみたいな、そういう流れはもう忘れた。なんかスパイダーとかやり始めた。いや、それはさすがに女性読者をバカにしすぎじゃないですか。まあ、そもそも坂道くんがそんなに人気なんじゃない人気じゃないんじゃないかっていう話が、それはあるかも。ついてる話です、ね、バッタみたいになるみたいな、ああいうそういうキャラのなんかぶっ飛び具合というか、はい、ありきかなっていうところは。でもそういう意味ではやっぱ団体戦の難しさですよね。うん、自転車は一人だからやっぱり一人を個性的に書きうるんですけど、うん、ラグビーは連続的に団体戦だから、うん、サッカーなんかまだ個人技っていう要素がありますけど、ラグビーで個人技ってどんだけ走ったかとかになってあと結局分かりやすいのかね。初心者が入るとね、いかに周りの先輩なりチームメイトがすごいやつかっていう描写から始まって、うんうん、なかなかライバルまでいけないっていう、うん、ところとかも厳しかったり。だからオールアウト見てて思うのは、やっぱ敵のチームとか昔のチームメイトとか、うん、との関係の方が燃えるところがあって、うん、チームメイト同士でそんなにたくさんのこう核を作れない、線とか辺を作れない感じが、やっぱラグビー漫画の女性向けの難しいところかなーっていう一方で、そのめちゃくちゃいい体描いても嘘じゃないのがいいよね。肉体美ラグビーとかね、うんうん、もっと風呂入りに行ってほしいよねなんか違う目線になってないですか。いやだっていや僕もうラグビー漫画 BL としか読めないオールアウトがそれを気づかせてくれる。そんなひどいいやオールアウトはもうね、その前がないもんね。ラグビーやってる人に怒られそう。僕もゲインまでジョジョあったな、やってたな第一部やってた、第一部でやってたけど確かにそう
狙ってたけど。それも狙ってもらえるもん。そういうものそういうもの。まあアベニマが増えてるけど。うん、増えてますな。うん、まあ、増えるほど何か狙い目があるかっていう。増えたからといってそれぞれ全部売れるとかけりゃこの業界で来てるとこだ。ミキさんにスローニンを呼んでもらおう。スローニンか。ああ、吉田先生。次がですね、来館スロープ冒険保険。ああ、これもさっきのナロー系とかっていう話にまた関わり合いってくる。いや、そうなんですよ。うん、でもこれはね、だから西義行、ええ、うん、書くと全部西義行になるんですよ。それはまずそれは、うん、それは確かに、うん、といや、これいや、もう配信でやっぱり言うのもあるんですけど、これがやっぱり、ね、グレゴリウス山田より弱い。これすごく難しくて、その、うん、世界がすごくはっきりしてると、あとはその、うん、練り込み勝負になっちゃって、うん、本当にグレゴリウス山田にそこが及ばなくて難しいなって思ってしまう。この漫画でもキャラクターじゃないですか。うん、そうそうなんです。部長と社長のキャラクター漫画みたいな、うんうん、そうするとなんか、うん、それなら現代劇とかでも面白かったわけで、うん、ってなってしまう。この器用貧乏、まあ、ファンタジーの保険でなくてもいいみたいな、うん、そうなんですよね。そういう感じ、うん、いや、そういうのだってむしろ本当にイギリスの実在の保険とかの方が全然面白かったりする。うんちくを絡めてみたいな、うんうん、なんかそのファンタジーとかナローテイストの何かって言ってもそんなに簡単ではないんだなって正直思ったのがこの作品で、おっぱいは最高やなって思ってなるほど。そうだから部長のキャラだけでご飯3杯いけるでしょうみたいな。いや、ほんま上乳下乳ではない上乳。まあでもそのそういうファンタジーっぽい構想書をかけることによって、まあ、あのグレゴリウス山田先生の隣に置けるわけだから、うんうん、いや、グレゴリウス山田はね、やっぱり別格だと思うんですよ。もちろん別格だけども、なんかファンタジーじゃないんだよな。そうだね、早見羅仙人だよね。説得力、羅仙人と山田も僕は全然違う、うん、あの伸びてるベクトルの力の量は同じなんだけど、うん、行ってる方向が全然違ってるから、まあうん、だから結局その両方が分からなければ同じように見える、うん、なんだろう、北北東とその北と東の区別がつかなかったら大体同じ方向にいるものに見える。ああ、そういうことね。けどグレゴリウス山田と羅仙人はまあ違うはやっぱり違うし、うん、違う。ライカンスロープはまあベクトル量が足りない、うん、そもそも。なんかでもそのそれこそグレゴリウス山田先生とかはその自分の頭の中にこういうものがありますっていうのを他の人に見せる時の説得力とかが半端ないなっていう感もあります、ね。うん、そうですね。そこにもう我々が呼ばないから、うん、もうファンタジーですよ。もうあんだけ歴史に詳しいともうファンタジーなんですよね。なるほどっていう、もうちゃんとこうあの絵と文字で見せられると、うん、もうひざまずくしかないみたいな。ありがたく頂戴しますみたいな。あんだけ説得力あるとファンタジーですよはすごいいい言葉だと思います。それはそうですよ。うん、まあ、それはクイリョコも同じだと思う。ですね、まさしく。うん、だからまあクイリョコって二次創作でして、二次創作だよって言うけど、でもその二次創作の深さが違いすぎて、まあ独立したファンタジーっぽい感じがするっていう。うんうん、そうですね。でもその今日はびっしりこれを楽しみたいぜっていう時もあれば、あの軽くふわっと楽しみたいっていう時もあるから、うんうん、いろんなテイストが、でいろんなその重い軽い、あの薄い濃い、いろんな作品があっていいと思うんで、その中の選択肢の一つとしてこれは全然ありだと自分は思うんですよ ね、 そうですね。今日はちょっとおっぱいも欲しいんだよ。そう、キャラ特化型でいい、そんならっおっぱい漫画が勝負いや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 、対象になっちゃうから、やっぱグレゴリウス でもファンタジーテイストの、そうそう、ファンタジーテイストのファンタジーテイストのおっぱいが欲しい時もあればSF テイストのおっぱいが欲しい時もある。娯楽だからわがままですよ。セーラー服に包まれたおっぱいもあれば、バニーちゃんのおっぱいがいい時もあるわけです。このおっぱいはファンタジーですよ確かに。おっぱいから好きよ。そう、いろんなおっぱいの話じゃねえか。いろんなおっぱいを味わいたい。ファンタジーの話じゃなかったか。いやいや、ファンタジー界のおっぱいもあればっていう。そうそうそう。ペッタンクのおっぱいもあれば。そうそう。だから、もうコブラのおっぱいがいい時もあるわけですよ。いや、俺は分からないけど。俺はペッタンクから。いや、素晴らしいおっぱいではあります。それはもう二重丸で。それは本当に。いい父。いい父。まあ、ウェリブ・セマ先生作品と一緒にいても、ある種、まあ、役割が違うから、はい、確かにありかなという。確かに。もう、商材的にはでもそれが、はい、今売れてるからね。売れてるのともに。だから面白いは面白いんですけどね、保険である意味みたいなのは。で、次が
あ、これね、すごいね。しまった、来たっつって。来た、すごい。いや、俺はこんなリアクションも、一番熱く。1年間もらったことないよ。一番熱く語りたい漫画はこれですよ。いや、俺、どこまで語っていいのかなと思いながら、ここに来た。おじさんしかコメントしかねえじゃねえか。おっさんの、おっさんやばい。彼がやばいから読めます。独特の困り合いが、まあ、そうか、時々来るカラーページは伝わるけど。いやもうね、多分あと15分ぐらいしたら松岡さん来るからその時話したら、セーラー服着るまでに1話、うん、そう、それが本当にもう着るだけで1話止まらねえ。 あのあれすごいですよね、あのなんか周りがね、それがね、飛ぶ、そう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 、うん、いやもうで、だからね、トントントン、あの昔のりえちゃん14歳さんの漫画かなと思った。いや、りえちゃん14歳っていう青年コミックスの作家さんが昔載ってます、うん、かなと思ったぐらい、うん、一瞬すごかった。ちょっと松岡さん来てからもう帰りました。あ、わかりました。じゃあ次に、はい、僕はでも あれだろ。盛り上がる盛り上がる、あと10分で来ると思う。みんな言いたいことがいっぱいあるんですよ、この作品には。僕も丸つけてえ、二重丸じゃないんですか？俺二重丸ではないよ。商売的にはどうだと思うけど。まあ、じゃあ銀座レッスンですね。あ、銀座レッスン誰も丸つけてないからちょっとびっくりしちゃったかな。うーん、まあ言うほど銀座かという。あ、まあそれでもお店紹介が毎回あるから銀座じゃないですか。リアルね。っていうか銀座なんか行ったことねえよ。全くやで。わかんねえよ銀座なんて。いや、なんか前橋花子も銀座ですかね。あー、そっか。いや、昔のなんていうかワルみたいな、はいはいはい、漫画のね、うん、そのいわゆる女の子の、まあワルはダメ OL がすごい OL さんの元でステップアップしていくみたいな感じなんですけど、これもいわゆるその、まあ、すごいママさん教育されるみたいな、ね、うん、いろいろ教えてもらってステップアップしていくみたいな感じなんですけど、それがさらに銀座ってっていうイメージなんで、うん、俺的にはザ・銀デシス、そう、そういうところを垣間見つつ、なんかその今そういうものがジャンルに分かれていろんな漫画で、まあ、それこそメガネ橋みたいな感じで来てる時に、はいはいはい、その銀座に行けば全てが正しいじゃないけどみたいなことに説得力がどのくらい、いや説得力は別になくてもいいんやけど、毎回そのあの作中に出てきたいわゆるコースとか料理の値段とかが書いてあって、はいはいはい、お値段いくらとか、この話前も聞いたな。そうそう、寿司食いに行って値段が載ってたらいいぞみたいな話が、そうそうそう、それ先月で結局あれあの配信しなかったやつで書いたかもしれないけど、はいはいはい、いやそういうのってなんか面白いなと思って、そういう話、うん、それはあるかもしれない。あ、なるほど、おでん食いに行って1回でこれだけの値段になるんだみたいな、ね、とかね、うん、普段覗けない世界、そうそう、普段覗けない世界を垣間見ながらっていうのが面白いなと思って、なるほど、多分一生行かないだろうなとか思いつつ3億円当たるかもしれないじゃん。あ、いや6億当たったらね、銀座に行くわけじゃなくてもいけるんですよ。1000万ぐらいだったら行かないぜ、食べるぜみたいな、うん、夢も希望もね。1000万だったら自分の好きな原作をアニメ化してもらう。自分書店で稼ごう。マジか。そうか。でまあね、その対照的に僕に彼女ができるまで。ああ、うん、お父さんもあるわ。意外についてない。佐藤大院本出したんだ。はい、なんかしてたんですか。あの新人賞の読み切りは、うんうん、スピリッツとモーニングで、そう、それ、ちゃんと1話に書いてましたよね、新人賞をもらって、でもそこから全然売れずにっていうので、うん、のはあるけど、これはちょっとチェックしなかったです。あ、マジですか。で逆にその読み切りだけをチェックしてる。そうですね、恐ろしいな。それでその自分が今まで女性とお付き合いしたことなくて童貞でっていうのを全部出して、うん、で、あのいわゆる婚活みたいなところとかに顔出しまくって、彼女ができたら打ち切りですって言って連載してるんですよ今。エッセイ的な。そうそう、実際にそのいろんな場所に行ってどういう結果だったみたいなのを漫画で書いてるっていう。もうダメ愛を証明しようと思う。なんか あの花澤健吾的なやつで、ああルサンチマン的なノリに、最初の読み切りのやつは、うん、あのアイドルの追っかけみたいな、あれモーニングのやつ、スピリッツどちらっけ、あれスピリッツだと思う。あ、めっちゃ面白かったよ、めっちゃ面白かった、うん、なるほど、あ、そうか。
その人が今の絵があまりにライトすぎない。じゃあそうですよ、ね、あ今の絵はだから本当に吉谷みたいな、ね、絵を描いてるじゃない。これだから吉谷と一緒の絵ってことでしょっていう、うん、じゃあのセーラー服の話しようぜ。はい、うん、あのやったー、はい、やったー。いやちょっと待って、今さっきまでこの話してた後にセーラー服の話すんの痛すぎる。あもう我々の妄想の結晶を結晶ですね。結晶本当に、うん、おじさんしかねあのコメントつけてなかったんで松尾さんはこれ丸でしょ。丸でしょ、うん、いやだって商売的にどうかわからんけど、これさやっぱ作者のさ妄想が溢れすぎててさ、そうそうそう、こういうのってさ読んでるとさ、うん、あこれこれ作者の妄想を呼ばされてるなって思うけどさ、読んでたらいるなって思うよね、うん、いやもうね、いる、何がいる、もうねもうキラキラキラしすぎてるんで、そうそうそう、女の子がいるな、女の子ってこうなんだなって思うね。いやあのね、我々の現実はこういう綺麗な世界に一回こう癒していただかないともう機能できないんです。だから疲れたことがあってこういう漫画を読んで癒されて明日も一日頑張ろうって思えるような作品なんです。わかる、わかるで、ベカーみたいな、そう、レイチョンだってね、この女の子でね、ちょっと田舎行けばいいよ、どっかに。いや、レイチョンはおらんよ、レイチョンはみんなの心の中にいるんだよ。いや、都会育ちの人はちょっと頭おかしいんだよ。都会、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 いや、微妙に田舎かな。いや、でもね、いないよな、愛媛と相模って。いや、この作品はね、本当にそのつまみなんです。お酒を飲みながら、じっくりこの作品を読んで、ゆっくり寝て、明日も頑張ろうって思えるわけですよ。この漫画が売れるのはわかる、あ売れるのはもちろんわかるんですけど、なんか売れる以上の話をしてきてるからちょっとそこをちゃんと捕まえておきたいっていう話。いやだってね、コメントがねやばいくらい燃えます、ね、いや本当やばいでこれはね、気持ちが違うんだよ。じゃあ20丸すればいいじゃんって。そうなんで20丸しねえんだよ、俺20丸にしてるよ。いや商売的にはさやっぱさ、わかりました、じゃあ僕も20丸にこのいやこれはだってなんていうんですかね、熱量のある漫画でしょ。ありますね。お父さん冷静な話して。僕はあの目線がなんかこうゆっくりすぎてちょっとダメでしたね。だってセーラー服着るまでに何ついてんだよ、どっちなんかこうねっとりねっとりしすぎ。いやいやいや、それがええで。そこはね、だって AV だって最初に女優さんのねインタビューがあってから始まるわけじゃない。そういうものだ、そういうものではない。この子はどういう子だっていうのが分かってから始まるわけだから。でも確かにそれが多分いいんでしょうね、こうなんかファスナーをこう閉じる、そう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 、それ確かに、ね、なんかこうスピード感が伝わってくる感じ。そうだからね、あの新真っさらの車のシートのビニールを剥がすような感じで、いや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 、制服を、ちょっと違うと思います。とばっちりだと思うけど、福山愛子の漫画と同じなんだよね、時間の飛び方。ほんととばっちりだと思う。あのこの話かわいそう、すごいとばっちり言うな。でも一緒に売ったら売れると思う、うん、なんか確かにそれは煙とかこう光とかのなんかこう動きがなんか分かるぐらいの。ただね、問題はセーラー服っていうのアイテムが、うん、まず俺たちもそもそもセーラー服世代じゃないからそんなに思い入れがないっていうのが一つあるけど、その黒なんですよ、世代とか、うん、世代でしょ。だって大体東京って制服じゃないじゃん。制服俺の高校だよ、まあ、私服も OK だったけど標準服っていう、あブレザーっぽいのがあったけど、よくあの友達の借りたセーラー服を借りてくる来てる女の子とかいるみたい。中学はセーラー服やった。これだから驚愕は、はい、ああそこからかこれだから驚愕の野郎は、まあ、確かに行くぞ佐藤大人と平敗で間違いないんやな。いやでもね、忘れはないけどな、 それぐらいのキラキラ感がありますよ、うん、この作品すごい素敵な綺麗さがあって、うん、やばいやばいぐらい燃える。あと、ね、日常感があっていいんですよ、うん、手触りがあっていい。そう、妹のキャラもいいしね、うん、いいっすね。もうね、妹と風呂入ってるシーンとか最高ですよ、うん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 、あれなんで誰も何も言わないの？俺見たかった。俺なんかあのこうなんていうんですかね、目線のスピード制限されるのがすごい嫌で。あー、うん、あの小回りの独特感って、そうなんですよね。小というかもう絵というかっていう。だからさっきこれの話が、うん、漫画じゃないもんな。まだ漫画じゃないっすね。まだ回ってんのかみたいな。まあ、それは前の漫画もそうでしたね。うん、この人の持ち味は。いやだからね、そこは多分個人の好き嫌いだと思う。逆に言うとあの A4 半ぐらいで見たい、
あー、なんか漫画B6 じゃなくてイラストに近い、ね、ページとか関係なくて急にカラーが出てくるけどさ、そうそうそう、これを本当に紙の本で再現できるのか心配で心配で心配だよね。これ巻くんだよ、全部白黒にされたらさ、あー確かにね、ちょっときついですね。この漫画もうモノクロも関係なく全部カラー印刷で、いやだから原稿サイズで読みたいですよね。この漫画が僕ちょっと読みにくいなって思ったのは、その、うん、セーラー服が色がやっぱ黒じゃないですか、特にこの漫画ベタでやるから、うん、なんか黒いんですよ画面が、うん、っていう読めてなさ。いやそれがいいんですよ。でしょうね。いやそれがいいっていうか、うん、もうなんて言うんですかね、この漫画は全肯定するか全否定するかぐらいじゃないですか、多分。珍しい、いいっていう人とうーんっていう人とに分かれちゃっても全然いいと思いますよ。いやなんかね、世代の差なのか分かんないけど、いやいや年齢じゃないです、あの持ってるパッションの差です。パッション、綺麗な言葉したら。まずセーラー服へのパッションが世代差があるよ。ああ、だからセーラー服と機関銃とか言っても全然面白くないし。ちょっと待って、セーラー服が好きなんじゃないんです。ないんですよ。あ、それはここで書かれてる空気感が好きなんです。そう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 、あ、それはまあ分かります、うん、ってことです。そうです、ね、今そうですね、そのぐらいで落としとかないともう話がおかしくなっちゃうから。そうそう、ここから2時間ぐらい喋り続けるみたいなね。なるほどね。じゃあそれで、うん、じゃあそこでこれはでも確かに、うん、そうなんですけど、コメントが怖すぎて丸つけなかったちょっと待って、コメント見る前に丸つけてくださいよそこは。いやちょっと保留しようと思って、保留案件。確かに、まあまあまあ、丸はつけます。この作家の丸は丸、ほらほらどんどん丸が増えるぞ。作家の情念はね、作家の情念はありますよ。これは本当にすごい。そしてあのその情念を表現する画力、うん、確かな画力があるので、これは絵だけで、あの商材としては全然いけます。うん、あの我々のこの重げはまあ置いといてだ、うんうん。しかしもう絵でやばい。これはやばい。だからまた佐藤大の話に戻るけど、これ吉谷と同じ日に出るんだね。ああ。完全に。吉谷と一緒に売れってこと。でも半径は。一緒かな、別？あ、B6 英語かな。英語でしょ。でもまあこれは平凡かな、うん。これ吉谷ね、僕も本当好きじゃなかったんですけど、いつかモテるから面白いですね。うん、なんか自虐の加減がちょうど良い、うん、ですね。確かに吉谷さんは作品によってそのような加減がねちょっとね。いや、モテそう感ありますもん、吉谷なんだかんだ言っても。っていうか。なんかね、もう我々理系っていうだけでも、うん、モテてる感があるんですけど、それは SE でしょ、うん、漫画書いてるけど、基本 SE だからね。まあ、やめたけど、なんか理系デビューしたけどと掲載されてないさ、うん、名前だけ漫画家と比べたらさ、うん、人間の方よ。ですね。じゃあさ、どこに何、どこに、どこにどういうひがみがあるのかわかんねえな。いや、ひがみじゃないです。素直な、素直な感覚っていうことですよね。はい。いや、新年度怖いな。モテるっていうのは褒め言葉ですからね。まあ、私はシナモン信長売れてますよっていう話。ああ。いいかもね、重版ポップは買ってるんで。いや、これは、今、動物棚は、小田シナモン信長と、あと、あさりちゃんの先輩の竹の芝生。あれ、めっちゃ多い、うん。のと、まあ、動物のお医者さんがね。うん、現役で頑張って、まあ、動物のお医者さん、まあ、1コマ懐かしい、それで維持してます。いや、お医者さんめっちゃ回転いいんですよ、うん、本当に。白戦車で6600白戦のあのぶっといやつ、うんうんうん、あれがちょうどよかった。 あれはあの想定もいいですね。あ、想定いいですね、うん、完全版の割に語らず、うん、なのでだいたいそれで持ってて、そこに夜回り猫とか、あ、まあ、季節のものが、あと将棋の渡辺君とか、うん、あ、動物なんか、動物漫画でしょ。将棋の渡辺君はもう動物漫画ですよね。騎士っていう動物。そう。あ、その次は女子高生の強ゼリマルがついて、江口君は見逃さないにつかなかったっていう感じですかね。うーん。強ゼリはまあ女子カオスで売れてればある。もうちょっと下品という、下品っていうと言い方が良くないかな。これ僕逆ですね。リアル。いい感じの。うん、まあ丸くなりすぎてるのかもしれないけど、まあ、理想的な女子高生感はありますね。だその G 女子だと言い過ぎて、あ、はい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 、女子高生だと綺麗すぎる、あ、真ん中ぐらい、中間ぐらいな、うん、ちょっとあのアホっぽいところとかが楽しいみたいな。女子高生ぐらいじゃないとやだんだよ。そんな中途半端なの読みたくねえ。どっちかに振り切ってほしい、ね、そうそうそう、女子高生ぐらいじゃないと。もうなんか今日女の子の話すらやめよう。
おじさんたちがなんか女子高生の話とかするとまあもう二次元に魂を惹かれた連中ばっかりです。コミカの親たちが予想以上にキモい。思いが強すぎるんだよ。いやいや、っていうかね、そこはミキさんとかが隠しすぎですよ。ミキさんとかがもっと、いや、今日精一杯話すつもりなんですけどね。飲みが足りないんじゃないですか。なるほど。おのおの、その、あれがあるから。背景がね、背景。いやだって俺女子高生って守備範囲じゃないからね、もともと言っとくけど。綺麗な白線探しようぜ。綺麗な白線探しようぜ。これはまあ近西さん丸はありがとうですよ。カナダさんに丸がついてる。はい、これあの売れてますんで、そして売りましょう。じゃあ売れ側に丸をじゃあ。うん、あ、そうですね、すみません、売れ側の。でその白線車も結構そのこういう、はいはい、そうですね。ファンタジー系。世界との交流みたいなね、うん、ところが出てきてるのかな。うん、もう普通に魔法嫁と一緒に売ろうあんけ、本日ではない、この間発売、はい、その次がこれは出るのかなもうネタみたい3回出ません。もうしかも出ないやん。あの今のところ5月で進行中です。あ、確認しました、今日出まして。あの3回ぐらい丸つけてるねそうですね、ありがとうございます。もうあの天丼すぎてみんな飽きるみたいな一体何度略の、その、うん、まあ、来月は一体略で、じゃあ何度縮めていこう。いつも出ません。この人の漫画売りたくて、売りたくて、売りたくて書店やってるだよ。ああ、なるほど、かっこいいな。かっこいいな。まあそういう漫画家がいますよね、うん、確かに。そういう漫画を増やして生きていこう、うん、当たりのキッチン、これ丸なんですね。え、丸じゃない、キャラクターが結構いいかなっていう、女の子の、なんかその、まあ確かにそのコミュ障、そう、最近のパターンで、そのいわゆるその一つ持ち味があって認めてもらえる、そうそう、隙のある女の子っていうか、そのダメな点がありつつ一点突破ですごい能力を持ってて、そこで物語がどんどん進んでいくみたいな。少女漫画集見ましょう。あ、え？よくある話。ああ、まあもちろんそうですけど、うん、がいいかなっていう。あと食い物はやっぱりなんだかんだ言って食いつきがみんないいので、うん、っていう部分かな、うん。なるほど。これなんか珍しいですね。23日に系に我々が全くつけず。ああ、そうですね。これ終電ちゃんは売れてるに丸がつく方のあれですか？そうですね、っていうかその1巻2巻と全く落ちなかったっていうのと、2巻が出た時にまた1巻がすごい売れたっていうのも含めての売れ筋っていう部分かな、まあ、終電のある駅とかなんかは特に。そうですね、あとそのご当地ものがすごい作りやすい作品だっていうことも含めて、いろんなバリエーションが作れるんで、でそのあの軽くキャラクターにしてるだけじゃなくて結構重い話とかもそうですね、なんか出てきちゃったりとか、その遅れたことに対する恨みつらみみたいなシーンとかもあったりするんですけど、うん、人情ものですよね、はい、結構なんか売れてるんですよね、ファンタジーでは、ね、うん、意外とやっぱバリエーション作れるんですよね、うん、そうですね、そう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 、違いで、あとやっぱ1巻の時に来たポップがすごい面白かったですよね、あの自分の店舗の最寄り駅の終電時間を書く仕様になってるポップ、あれはやっぱりかなり作った方すごいアイデアだなと思いましたね、なるほど、ああいうのを含めてなんか長く売り続けられる作品だと思いました。うん、その次が前一巻の時一人もらったかな、栗原さんの「長相のバベルとバンデット売れてます？」っていう質問かてらだと思うんですけど、長相はそこそこ、あ、そうですか、バンデットは最悪、最悪、すみません、全然ダメです、最悪、はい、最悪、はい、ほぼほぼ同意ええですかね、やっぱみんな手に取ってくれないんだよね、バンデットは表紙きつかったね、バベルは荒々しいままこれからいけるかもね、なるほど、なるほど、絵で引いた人でも手を伸ばさせる帯とかを置くとの文句中から、もう一押しが、まあバベルはやっぱりその1話の展開がすごいまあ、ショッキングというか、よくね、もちろんその展開としてはよくあるパターンなんですけど、じゃあ1話読んで続き読まないかっていうと気になっちゃうみたいなところあるから、見本紙とかが出てれば割とあのあれこれって感じになっちゃうのかなみたいな、そうですね、ちょっとバンデットは入りがきついですね、うん、シティはまあ1巻出てない
けど、まあ、うん、どうせ1巻売れるでしょっていう、これはみんなの鷹のくくりがっていうか、本当にその前の配信なかったけど、配信の時にコメントに書いたんですけど、前配信なかったんだ。そう、そのいわゆる今までの新井先生の漫画と比べてもすごい読み味がいいっていうか、あの新井先生初めて読みますっていう人もすごい読みやすいんじゃないのかなっていうので期待感は自分はありましたね。もうちょっと物足りないとこもある。あと想定が絶対すごいおしゃれになると思うんで、その想定で弾けるでしょうみたいな。めちゃくちゃどうでもいいけど、そのいつも角度がシムシティなんですよ、あの漫画って。ああ、はいはいはい。それがすごい。その街を描くと面白いんですよ、うんうん。教室と家の中を描くと別に面白くないんですよ。ああ。っていう。へえ。この漫画、あんまそんな感じは自分はなかったかな。左上から見てる角度。うん、大体。あ、シムシティだな。だから教室なんか竹の子やしたり鹿がいるんですよ。師匠じゃねえか。すごいその今までのいわゆる著者さんの不安以外の人に売れるんじゃないかっていう期待感を自分はなんか持ってますね。持ってます。あの絶対広くなるでしょう、うん、そうですね。いや、モーニング読者って絶対日常そんなに読んでなかった人たちだと思うんですけど、うんうん、まあ、あと日常が結構巻数が多かったんで、なかなか1巻から手出すの難しかったと思うんですけど、また本当に単行本で読んでると辛いからね。辛いですね。え、そう。いや、やっぱりその、うん、こっちの脳みそをね、引っ掛け回してくる漫画は、はい、やっぱ月一で読んでる時が一番気持ちいい。ああ、そういう感じなんですかね。アニメとかのサイクルもちょうどいい週に、うん、もちろんやっぱアニメがなければ あそこまで跳ねてはなかったと思うので、新井圭一の漫画って別に漫画の文法でやってない漫画なので、うん、やっぱ声とか音とか色とかついて完成する感は、うん、いやでもなんか雑誌で読んでると少なすぎて、ページが単行本でどっぷりやっぱり楽しむ方が自分は好きかなみたいな。単行本読んでるとなんか酔っ払っちゃうんですよね。あ、その酩酊感が一番いいんじゃないですか。飲めるというかハマるというか、そっちが欲しくて買うみたいな。シティはなんかね、そこに縦軸がある感じが多分ちょうどよく読める。いやだから本当その作家さんのファンの方ももちろん買うでしょうし、そうじゃない方にガンガン読んでもらって、あ、また期間も買ってほしいなと。そうですね、うん、なんとか日常も読んでほしい。そう、期待感まだね。ヘルベチカもな、これとヘルベチカスタンダードと、うん、なんとかサッカー糸しかないというね。思いのほか大サッカー一巻大サッカー出してくれるみたいな。電話しないと回ってこない。もう大丈夫か、配信して大丈夫か。その次は押し切り連介、はい、まあ、ハテナがついてるのがあったな。ボックス売れてますっていう、うちはまあまあ売れてますけど、うん、どうですかね、ちょっと客層までは読めない、うん、いやこれね絶対今までの不安じゃない人が買ってますですよね、うん、だって筒井大志がやったじゃんみたいなね、うん、いや想定も良かったと思うんですよね、うん、あと見本紙、あのイエスのフラジャイルみたいな、見本紙の引きも強かったと思います。あの版元さんが送ってくれた見本紙、試し読みのもう、いや普通に前半っていうか序盤が載ってるだけですけど、あれでかなり気になった人が多いんじゃないのかなっていう。あれはなんかね、雑誌で読んでるとすごいライブ感がある。うん、いやでも単行本から入っても全然楽しめるっていうか、気になる感じ、まあ、読み上げ次第ですからね、そのね、クイズが出されてる漫画っていう、やっぱうまさは当然あるし、なんだろうな、その諸星大二郎の漫画って謎だらけなんですけど、うん、それをなんか明示的に、ま、謎にしてきてるっていう、はい、いやだから1巻買った人は多分そのまま2巻買っちゃうと思いますし、2巻出た時にまた1巻併売してなんじゃこりゃっていうので買う人もいるんじゃないのかな。だ多分ですけど、これで初めて触れた人っていうのはそのまま昔の作品にまで行くことはなかなかないと思うんですけど、 でもこの作品だけはラストまで買うみたいなパターンはかなり多いんじゃないかなっていう。でその中の何割かが過去作まで遡ってくれればもう万々歳みたいな、ね、まあ、ちょうどね、いろいろ出し直し物も、ね、そうですね。なのでまあ著者さんのお名前でちょっと偏見を持たずに広い書店さんで仕掛けていただきたいと、まだ本当若いから、関数若いから売れるし、諸星大二郎の期間は五十嵐大介からが一番売れるんだよな。鹿番魚類とか鳥類とか、パライソンに行ってもらいましょう。パライソン今リン
暗黒神話、神話とりあえず暗黒神話読め、うん、ですな、いやなんか今のその若い読者さんとかだと石黒さんとかからなんかな、あそうですね、石黒下天道諸星大二郎って、うん、そうそうかなりありそういう流れとか、諸星大二郎西川露助とかなのかなみたいな、露助さんはな今ちょっと違う方向で料理の漫画描いてるから、ね、そういや今料理だけど、いや昔はそうだった、露助に行ったらドーマンセーマンに行っちゃうあまあそっちも全然いいしみたいな、でもなんかその諸星大二郎、まあ、僕みたいに漫画読み始めが遅い人間だと、なんか一つのなんだろうな、まあ親漫画というか、その要するに元引きになってる漫画としては非常にレファレンス度が高い、なんか高野文子とかそのくらいの感じがする、だからウルトラジャンプとかにね、あの昔の単行本とかの復刻版みたいなのがついてたじゃないですか、ああいう感じでやっぱり新規読者さんとかがどんどん増えてくれればいいのになっていうのは思いますけどね。諸星大二郎の前って誰なんですか、諸星大二郎の元引き、それはいない、あんまりピンとこない感じ、難しい、難しいというか、もう俺らよりももっと前の世代ですよね、だって俺らはだってマットメンとかさ、そうですね、うん、どっちが先にその民族学みたいなものを持ち込んできてるのか、先全然先、じゃあ多分そこが元引きか、まあ、水木先生とか、なんか作家の漫画みたいなのなかったっけ、作家の漫画みたいな、編集者、なんか編集者が書くっていうか、なんか伝える漫画家の漫画みたいなのが、ね、あって、なんか賞を取ったけど、なんか雑誌では全然売れなくてみたいな、あーなんかちょっと見た気がする、でもなんか僕はこれが書きたいんですって言って、なんか、うん、最初の手塚賞取ってジャンプの週刊少年ジャンプになったけど別に売れなかったんですけど、もうそうしたあれ手塚になる手塚いや水木先生とかの、まあでもなんか水木先生と直結する感はないじゃないですか、いや梅津さんはちゃうやろ、背景がある、そうそうそう、水木先生も調べる方で、そうそうそう、梅津先生も自分の先生は自分のあれだけで作ってるじゃない、だからそのバックボーンがない、うん、自分がバックボーンみたいな、うん、でもやっぱ表裏教師にはなる、そう天才あるいは SF がない、そういう意味ではなんかその若い作品というか若い読者に投げれるものを出してきたなっていうのはすごい、うん、そうですね、なとは思ったし、ちょっと売り場では正直どういう人がなってるか僕は分かってはないんですけど、若い人に売ってる気がするんですがって書いてるのはまあそうなのかもしれないですね、読ませれば売れるって感じですよね今、うん、まあ、結構仕掛けのある本で、うん、まあ、連載で読んでて面白いですね、なんか、うん、さてその次はまあ問題の仕切りですけど狭い世界の、うん、もっとみんな丸つけるかなと思ってたんですけどね、いや嘘は良くないよと私は思ってる、いやいや実録漫画でしょこれファンタジー嘘と嘘と言ってはいかん、こうなせの壇上でね、この漫画家に殴りかかったっていうのがいやいやこれがあの我々の知らないリアルな漫画家、いや響きの方が100倍面白いでしょいや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 、それは置いといて、だからそのこの漫画も貼り付けに貼り付けにされて燃やされる、この漫画がどこに行くかちょっと読めてない、いや実録漫画はそこは少なくとも僕は実録を装うのであれば重要だと思ってて、まあ、僕はそもそも実録でも何でもなくて、うん、だとするとよくわかんないけど、まあ、逆にちょっと実録だと思ってるのであればやっぱゴールは重要だなと思ってるので、うん、ちょっとまだわからないと思ってる、うん、という話、うん、これもでもおっさんしか丸つけてない、本当だ、うんまあ確かに。もうハイスコアから入った子たちにこうね、これおりゃーっていう、おりゃーっていう。好きなんすけど、うん、でも。あ、ごめんなさい。あ、危ない危ない。わかんない、なんか、漫画家の復讐劇として、その漫画家になるっていうことを書くの、わざわざみたいな。え、これあれなんじゃないですか、最後はなんか編集長とかをあの、まあ、ナタでぶち殺すみたいな、そういう漫画になるんですかねいや全然わかんなくて、むしろわかんないんですよ、うん、なんか俺の理解を超えててちょっとなんかわかんなくて丸がつけなかったっていうのが素直な
癖がすごい。ハイスコアガールと一緒に置くしか、まあ本当に某回がエレベーターパネルにない多分実録多分実録ですよでも嫉妬の話とかだけだったらこの月は格言本があるからなっていう。だからなんか揶揄っぽいからなって思うんだよな。これを面白がる人は青い炎とかが大好きな人ですよね。でも青い炎はそうは言っても歴史的な事実じゃないですか。一応そこに感覚はあれど事実感覚はあれど脚色はあれど、はい、まあそうじゃないですか、うん、まあ登場人物がなんかこう登場人物というかこうキャラクターがあっちは立ってるからね。キャラクターが立ってるっていう意味ではこの漫画を見ちゃってはいるんだけど立ちまくってる、うん、立ちまくってる。いやその立ちすぎた結果本当になんか現実っぽく見えるっていうと言い過ぎだけど、なんかあまりになんかこう嫌に見えてしまうな。だからこの話どこに行くんだろうなって思いながら読んでるっていう感じなんですよね。漫画家の皆さんの心象風景は描いてる。そう、まあ、そう読めば面白い。漫画家の人はどう思って読んでんでしょうね。多分社音会でもみんなねこういう状況頭に浮かんで、あいつ今年うち来てくれ社音会なんかあなた初版いくらで原稿料いくらですか怖えっていう叫び合いでしょ。うわー怖いの方がよっぽどリアル。俺は何も言わないぞいやなんかそれを絵にするとかああなっちゃうの、うん、絵で表現するとあるわけね常年までだからその言う、まあ、唯一とは壇上でみんな殴り合ってる貼り付けにされてパイを投げようって唯一とは言わないけどその作家同士のそのしのぎ合いとか削り合いみたいなものの数少ないって、うん、これまでさその牧浩二のあの漫画で小六博彦と一緒の電車で帰ったっていうので、はい、作家同士のしのぎ合いの一端を見て気持ちいいっていうところがなんか露骨に出てくると分かんなくなっちゃうんだよなっていう感想なんだ、うん、まあ、それは僕の感想なんですけど僕は格言本の方が好きだなと思ったんですよね。あんまりちょっと好きになれない漫画なんです、うん、でその時は三八の音でモーニング2は熱いな。剣道いや本当に真面目に書いておられる真面目ですな。なんて言おうかなと思ったんですけどねこの漫画の魅力を。なんかこうモーニングっていうよりはマガジン、まあまあまあ確かにみたいなノリなのかなっていうイメージかな。うん、まあ、そのザ・スポコン的な魔女戦士の俺よりうまくできてるあいつがいてあいつに勝ちたいみたいな話では。この作家さんがでもスポーツもの描くのって初めて、初めてじゃないですよね。今まで全然違う、そうだ、え、描いてましたっけ感じじゃなかったですか。子役の漫画とか描いてたりとか、まあ、一気に見て一気でも描いてないけど描いてなかったみたいな。まあなんか密度があるなぁと思いながら、なんかこういうその男の子ばっかり出てくる作品自体が珍しいかなみたいな印象が、まあ、あと今その子役の漫画死ぬほど電子取り次ぎが宣伝打ってて、はい、あ、そうなんですか。下道の歌レベルで多分出してる、あ、と思うんですけども、まあ、多分店頭には跳ね返ってない気がするけど、まあ、そこからの引きはあるかもなというのも一つあるかもしれないけど、いや、まあ、まあ丁寧な漫画なのでそれがこういいなと思って読んでいる。でも古谷麻丸のアマネギムナジウム、まあ、これはまあ古谷麻丸の題材を古谷麻丸が描いているなっていう球体関節人形のやつアンドゴース、うん、個展で見た時から楽しみにしてましたっていうクッキーハーさんのコメントが熱いですねそういうところに足を運ぶ人だったのか、うん、これはなんかどこで売れるモーニング2読者に売れるのかどうかわかんないですけど、なんか B6 っていうよりは英語っていう勝手なイメージ、まあね、まあ、まあ第一光クラブの、うん、そうですか、なんだけど、まあはっきりとなんか他の人に書けない
ことを書いてるので、うん、それはすごい面白いなと思います、うん、でその次は宝くじで40億集めてる異世界に移住する。あ、原作はモンスター文庫の初期のヒット作で今も続いてますね。で、あのそのタイトルそのままなんですけども、要するにその中世ぐらいのレベルの世界に今一般の僕らとほぼ同じ感覚を持った子がいて、でも金を持ってるから、例えばその栄養ドリンクを持っていくだけで、わあすごい万能の薬だって感謝されたりとか生き生きできるんですか。そう、生きて帰ってこれる世界だからノブと一緒なのよ、うん、なるほどね。だからノブと一緒っていうより、あのなんだっけ、スペリオールでやってるあれと一緒って言ってくれたのかしらね。スペリオールあるじゃん、なんか井戸を通ってこうラーメン発見伝の作画の人がやってるやつ。あのあれでしょ、あの江戸時代かに行くやつでしょ、あの料理人のやつで、なんとか町銀平飯課長。あ、そう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 、銀平までやった、うん、あ、そういう話だったのか、うん、あれ、そういう話だった。でもこっちはその農薬を持ってったりとかで、うん、向こうの世界ではそれがめちゃめちゃ効くっていう、こっちの世界よりも、うんうんうん、あのすごい勢いで効くみたいな。俺の持ってるナロー系そのものだねそう、まさしくで、うん、で主人公にその主人公とその世界全体にギラギラしたとこがなくて、ほんわかしてて悲しい話ですね、本当に。40億当たんないとそんなこともできないのか。あ、うん、まあね、バイトしろ、まあいやもうね、で向こうから価値のある功績を持って帰ってこっちへ。ナロー会とか、ナロー会においてそのね、あの働けとかそういうのはね、もうね、ない。そうそうそう、もう優しい願望充足の世界だから。いやだから、そのもともとはそういうことが無視されてたんだけど、いよいよ宝くじで40億も当たんないとそんなこともできないのかまあね、知識だけじゃなくて現物を持っていくっていう話。そうじゃない場合は死なないといけないからそうね、知らないといけない。そうそう、死んで転生しないといけないからもう帰れないっていうところから始まる。そのまとめいいな。そうそうそう、そういうことですよ。これはなんかじいさんかなんかが家の奥に秘匿していた秘密回路が見つかったみたいな。そう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 悲しいな。リアカーで、おじいちゃんが僕のためにロボットを作っといてくれたお前は神に分かるようになれるっていう夢の従属には元手が必要という話だ。そうですね、うん、その元手があることによって、あの僕らとの地続き感が高まるんですよ。金で買ってんだっていうことで、これで総力が高まるのか。飛ばしてるんじゃないですか。え？こう切り離してるんじゃないですか。あ、もうこれは完全にフィクションですよ。いや僕は、いやもうこのタイトルは完全にフィクションだと思ってしまうな。しかも40億ってどこだよみたいな話。どんな方だったら3億とかならまだね。そんならむしろね、そのグレゴルスみたいだけど、400万を元手に。ね、中世生ぐらいのリアリティなのに、向こうで増やすことはあんまり考えてないですから、ね、いや全然考えてない。そうだ、向こうからは資源を持って帰ってくればいいし、ね、これさ、マジでやったらさ、すぐさ、向こうのこの派手なことしたらさ、偉い人に見つかってさ、ね、身辺調査でさ、あの穴見つかってさ、ね、現実世界に攻めてこられるよね。いや、そこもそこもそこもちゃんとあるんです。そこが本人しか通れないっていう設定がちゃんとあるから、手塚治虫がやった。そうですよ。なんだっけ、だからそういうのはもうそういうのラローにはいらないの。俺たちのための優しい世界。そうそう。SF 交渉。そう。SF 交渉という言葉いらないのみたいな。ポルノじゃねえかじゃん。そう。ポルノですよ。いやいやいや。いやだっていやポルノだっつうのみたいな。いずれし。まあ願望を充足させるっていう意味ではね。それって今ポルノって答えたけど、いずれしはまあ本当にポルノ。いやらしい。いかにお手軽にこれはもういきなりなんか自分に神様の力宿るみたいな感じの直球ドレスですね。何しろエッチでいいです、うん、今日も結構ね売り場、ね、はい、はい、やったでしょ、うん、この漫画で、まあ、そういうナローっぽい棚がちゃんと作られてたんで、うんうん、まああれが私みたいな素人に分かりやすくて、うん、であそこがちゃんと動いてるんですよね、うん、っぽいですね。でちゃんと下の方にこうゼロのも使い方元祖みたいな。そう、元祖だ。全巻揃ってるから、うちの店。そうか、そうですね。そういえば、あの漫画も呼び出されるんだ。ゼロつか全巻をちゃっきり揃えて。で、その上と下にナロー系置いてんねん。という話。サイトはそんなに現実の世界を援用しましたっけ。いやいや、別にその、そういうわけいやいや、ちょっと思い出せてないだけで。なんか、普通にしてたような気がするな。うん、あと、ちょっと今から仕事辞めてくる。まあ、原作が売れてるというか。売れてますね。まあ50万部ですからね、うん、まあこのタイトルは強いですよね、うん、みんなそうしたいと思ってるでしょうし、うんうん
でそうしたいと思ってる読者が多そうだし、これも本当願望充足でさ、そので、うん、名前も知らなかった友達が出てきて、その友達がアドバイスしてくれて、そのアドバイス通りすると仕事もうまく回っていくみたいなさ。そこは愛を証明しようと思ったんだけど。みんな幸せになりたいんですよ。まあそれはね、フィクションの世界だけでも。でしかもそこであの幸せになったら対価を払わなきゃいけない、みんな知ってるんだけど、その対価をなんとかすっ飛ばしたいとみんな思ってて、そうそう、いかに安く済ませるか。ですっ飛ばしてるのはポルノなのよ。すっ飛ばしてなければ別の表現なんだけど、うん、っていう話。ポルノを、いや僕はやっぱり、あ、まあ、さっきのその話の流れ上言い訳はしたかったんですけど、別にポルノは別にポルノで構わない。もちろんもちろん。だけどその要するにパンツをちゃんと脱いでほしいわけ、ポルノを見てるときは。私今ポルノを見てますよと思ってポルノを摂取してほしいわけ。あ、そのポルノじゃなパンツだけど分かんなかった。あ、分かりました。ポルノなんだけど、うん、いや私パンツ脱いでませんけどみたいな、うん、顔をしてポルノを読んではいけない。いや、そこはね、あのそういう需要もあるようです。なるほどね、うん、私は脱がないけどあなたは脱いで、もうスタイリッシュ系、そう、娯楽の需要としてはありですよ。そうか、うん、倫理として正しいか置いといて、俺は傷つかないけどお前は傷ついて、それを見て俺は楽しむから。いや、読書って難しいですね。今日話が中途半端で近いな。漫画のレビューじゃなくて広がっては締め切れない。広がっては締め切れない。何故やとか、そうそう、無理、答え出ませんみたいな、漫画のレビューではない。やばい、今日は面白いです。うん、もう聞いてる皆さんの商売に役に立ってるんでしょうか。全くなってない、ね、絶対立ってへんわ。まあ、力道山プロレス地獄編最終章の本からです。まだやってたんですね。それなりに売れてたイメージ。いや、まあまあ売れてる、うん、売れてますね。別の版元さんから出てましたよね、ずっとね。この作家さんのパワーが、あの原作もそうですけど、うん、作画もね、うん、プロレス地獄編とか、うん、まあ、入ってきては入ってきた数が売り切れるって感じのイメージかな。まあ、プロレスブームも、まあ、現在のプロレスにもそこそこあるというのか。お客様の顔も、まあ、サッカーのせいでゴールデンタイム、あ、じゃあ野球のせいでゴールデンタイムから遅くなっちゃいましたけど、そんなこともありました。遠目慶先生新作こと風伝ノイズの秘密、うん、消費エクスペリエンスみたいに売れてほしい。違う漫画じゃないですか、ね、違う違う違う。そんな漫画じゃないよ。地味編は降りてこないよ。いや、でもこれちょっとなんか売れそう感すごいあるんですけどね。そうです、キャラクターの組み合わせとか、あとそのなんかやっぱりすごい絵が達者な作家さんだから、弾いてるシーンとかが、うんうん、1話の弾いてるシーンとかすごいかっこいいなっていう。確かにあの遠目系の絵で音楽少女読みたかった感もあるよね、うん、これは全く否定できない。問題はね、いつ完結するのか、そうですね、そういう2巻は出るお話ですけど、1巻がちゃんとねこうやって単行本の予定に入ってるわけですから、これは期待したいなと思ったのに、みんな丸つけてないのねみたいな、うん、まあ、2巻丸つけるんじゃない、いや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 、あとは勘でついた隙間つけると思うけど。ちょっと待てよ、遠目慶先生はなんだかんだ言って、あの某いろんな作家さんとは違ってちゃんと一つ一つ完結させてるからね。何年かかるかを、結構並走して、何年かかるか忘れようってことか。時間かかってますけど。あ、まあ確かにこう、ね、ほっぽらかしてさ、一巻ついたまま、いやいや、二巻が出ないみたいな。俺らもさ、そろそろ寿命ってものを考えないといけない年になってると思うよ。何の話だ。確かに折り返したけど。それにくる、そういうこと言ってる、全然遠目慶先生は全然大丈夫。大丈夫かな。大丈夫か、ね。まあ確かに、ね、大丈夫かの。選手者出ましたよ。え、あれ？あのラフシュ？え、この間出たラフ集の話じゃなくて、あれは売ってるんですけど、あの広角と一緒にアップルシード売ってるんですけど、3がずっと入ってきてないんですけど、3はないんですか、ないです、今は終了ではないです。しましょう。ここでしないとアップルシード読まずに広角語る中で中で、まあ、遠目系は確かにその女の子描きたさ、あ、したがって漫画描きたさみたいなものは根底にあるから、まあこの作品が続くかどうかは別として、はい、何かしか単行本が出るだろうっていう、まあそういう安心感はありますね。ですよね。まあその次が転生したら剣でした。あ、まあ、転生したら無機物はラノベ界隈では流行してるかもしれない、うん、
あの漫画は結構面白い。アナポリス系や人狼への転生との相性が良さそう。毛も見ようで可愛い。結構出てるんですけど、転生したらムキブス系出てるんですけど、売れてるかっていうと、まあ、売れてなくはないレベルなんで、まあ、本当に流行ってるかしら。自販機とか。自販機俺好きよ。ムキブスになってどれだけ話が持つんですか。それがね、そこが腕の見せ所で、あの、これは、うん、あの原作 GC ロメルなんですけど、まあ割とうまい方だと思います。これはね、確かにその読んだことがないフィクションであるのは間違いはないね。剣はでもね、うん、ランセルも散々ね、剣は生きているってことは俺は知ってる。そうですね、自販機はやばいね。あので給電されないんだからさ。それはそれ。俺でも一番あの願望充足型だと思って、OS 読んでる鎧だよね。転生したら鎧だった。しかも俺らでも、うん、なんという声がね、来てもらえる。お前やば、ビギニアーマー。こういう感じのも転生したビギニアーマー最高ですね。最高か。最高ではなかっぺ。ダメだ。まあまあ、あのこれあの本当漫画ちょ結構多少なんで、まあまあ、あのアラモリフス系と一緒にスコーンと置いていただければ動くと思います。あれでもいいんだ別に。つうか別に普通にあれだよ、あの女騎士ケイリーになると知るレインのバースだから、ね、しまった。なんかベイブルとかはお客さん意識あるんですかね。あんまないんじゃないですか。ないと思うけど、まあ、書店現場ではまだまだっていうところあると思いますので、ね、やっぱ本当に分かんなかったら今日 の, あのお店の棚はまあ一口で分かる感はあったんで、まあ、レイブルはないと思いますよ、少なくとも。それこそ今なんかやっぱそうやってナロー系の棚みたいな感じに割とな、みたいな、ね、だろうね。出版社で分けたりとかあんまりまたぎすぎててね、うん。で仏像パンク、横尾先生、うん、とってもバチ当たりの題材、うん、その分エゼロのインパクトは増えね、未読の方にアピールしやすいと予想、うん、これは本当にね、敵が仏像ガンツもやったで、いや、でもね、あの味方というか、そのこっちも仏像を使って仏像対仏像のスーパー仏像対戦みたいな絵面とかがあったりとか、あれ、あのフラッパーかなんかでそんな漫画でしたね。あとそのスコロッサス、あとその名前を出してしまった。ぶっ壊すとかぶった切るっていうあのセリフがかっこよかったりとか。ぶっ壊すわけですか。ぶっ壊すわけですか。仏って仏。いや、これはね、なんか本当一枚絵とかでもうなんかあの外国のお客さんがおーファンタスティックとかって言って買ってくれそうな感じはあるかなと。ぶっちぎり思い出して、私はまあ作家さんが作家さんですからね。もう、もうあの、まあ、画面の構成力はもうお墨付きというか、暗い、黒い、黒い、うん、これはね、本当になんかその読んだことないお客さんに売りやすいタイトルだなっていう印象はすごい強かったから、うん、もうちょっとみんな丸ついてるかなと思ってました。売る自信はない、売る自信がない。好き嫌いで言ったら超好きやけど、売れるでしょう。売れるか、うん、いや売れるよ、売れるよ。仙台に仏像の専門店があるから、あそこの前でポスター貼りましょう。仏像好きが、いや仏像売ってるお店なんだけど、仏像ぶっ壊す話でいいのかな。私の仏像壊す50万円ぐらいするんだけど。いや壊すだけじゃなくてちゃんと仏像が戦いますから。いやまあ、その次は里見優の八雲さんは出来がしたいが売れてますよっていう話ですね。おお、いや、なんか最近ますます売れてるなぁと思った。うちみたいな店でも2巻が結構、うん、そうですか、あんまり変わんなかった。まあちょっと期待値高すぎたかなという気がした。なんか最近の連載読んでて高すぎる。そう、版元期待値高すぎた。あ、そうすりすぎ、うん、俺もちょっと入れすぎたみたいな。スクエニは確かに、でも勝負するとかしてくれるからいい。そう、うん、ごめん。カートって、ごめんね。カートって別に売れてないわけじゃないので、普通に3巻も売れるでしょう。今あと最近本当にこの漫画エロい。それから理想的ボーイフレンドに近西さんが一人窓つけている。売れてる、売れてるってことかな。綾瀬海。ああ、売れてる。そうなんだ。でも問い合わせ段階。なるほど、入れます。うん、その次はなぜらないと。ここ好きです。これはある。誰もチェックしてないの。そうなんですね。結構面白いと思うんだけどな。
うん、割とその本当の新物の一本釣りをしに来ているという。よっていうんだっけは。いきなりプロポーズする話。ああ。うん。ちょっとイケてない、クラスの中でもイケてない方の女の子にいきなりプロポーズして掛け合いをやる。うん。そう全部本当になぜだね。ずっとやってくれたらそれはそれで面白かった。だんだん近づいてくるのが面白いですね。だんだん掛け合いがなんか慣れてくるのがね。うん、そうだ、それは気づかなかった。なるほど。確かに。なんか王道恋愛漫画家にもあったね、その近づき方は。近西さん、ありがたいね。フラワーコミックスに丸をつけてくれている。俺たちが全くわからない。どうぞ。チョコレートヴァンパイア。まあ、魚の。あ、本当にわかんないんだよ。もう一巻想定良かったですよね。うん。正直知らないと。カレヤがナイトテールにつけて。ナイトテールは一巻の時に、ね、結構ついたんですよ。うん。頑張ってる。頑張る。うん、まだね一冊も返品してないけどね。消化率も半分いってない。俺もです。俺もです。悲しい。まあでも巻数が出てから売れることって多いですからね。返してはいないよ。二巻と一緒にまた行くね。うん。やっぱり減ってくれると嬉しい。減ってくれると嬉しい。まああんま定量的には見えてないですけど、なんか。ある程度関数があるからこそ買うっていう人たちもいますからね、うん、1巻だから買うっていう人にも、うん、なるほど。その時はレックスで、うん、レックスでリンナ消えば呼吸ができない。ああ、きつい。嘘、どこ飛ばした？あ、やっちゃいます。レックスで、あ、これか。うん、そうそうそう、うん、なんか、まあ、ザ・ベタなこう、ポンコツ女の子とポンコツ警部と、うん、そう、できる探偵みたいな、できる探偵話なんだけど、まあ今のレックスでもし棚を作るならこれかなってちょっとまあ消極的ではあるけど、うん、まあザ可愛いっていう感じですね。でそれからホームズ攻めデストレード系、しかもそのジゴロ系の大化あのハヤテみたいなジゴロ系の感じの天然ジゴロの有能な感じで来るのでそれがいいですね。うん、でその次がまあ多いと思う。まあ、うん、金さんが丸、金とも今更丸つける、金さんが丸つけたんでしょう。売れてるんだぞ。いや本当売れてんね。売れてますね。見寄りは、見寄りは売れますか。マジ？ここでない。おお、風の大地よりも全然売れない。うちトンボ、うん、漫画売り場じゃなくて、まあ最終回横に置いてるから。ああ、わかります。それはセオリーだと思います。トンボは雑誌売り場ですって。あ、ブルタックル出るんだ。すごいね。この月はラグビー漫画の新刊が2つも出る。うん、別スピですね。まあ、こっちはまあ主人公がクソバカ系の。みつこの歌は俺だけか。あ、みつこの歌は俺もある。あ、ありがとうございます。ちょっとフォローが。そこはね。やっぱね、俺たちはヒビロックの一巻が一番好きなんだと思うんだなって思うよね。なんか、まあ、これは主人公がおっさんだから、まだ前のと。なんか、まあ、ちゃんとこう、わかりやすくしてるよね。とは思うところが。テキサスレディオギャングはちょっとわかりづらかったかな。でもすごいのはそのまあミッドナイト置いといて3つやって全部そういうこう朗読ないしその歌詞、まあ、詩みたいなことをずっとやってるっていうのがすごいなと思う、うん、だってそれ漫画じゃないじゃん相性的に、うん、でもそれをずっと漫画でやってるって考えるとすごいよなと思う。漫画でやるから物語になる。多分あれ小説でやっちゃうと、いや小説でやなら確かに、まあそうだね、うんうん、でもそれはやっぱりヒビロックの一巻が完成形だったなって思うんだよね。その死をどうにかこうにか画面で描くぞっていうのの荒々しさが、でなんかそれがこの漫画は一番ある感じがする。朗読劇はやっぱりその背景とかストーリー上の状況を絵で描けちゃうからあるんだけど、詩はね、なんかそれを書けないので、なんかキャラクターがどういう状況でやってるかっていうのを書いてるのがすごい、ちょっとね、昔に戻った感を少し感じつつ、ね、なんかヒビロックだとさ、全部こうライブハウス、あ、まあ後半はね、歌詞になっちゃうから、うん、だから一巻なんだよ。一巻で、やっぱ一巻で放送室から流したのが最高なんか。そういう話やんか。これとかだとなんかこう砂浜に
そうそうそう、とかね、とか、うん、なんかそのロッカーに書いたりとかそういうのがあるから、なんかこうシチュエーションのバリエーションは出せるのかなっていうのは、ちょっと懐かしいなと思った感じがした、うん、まあ今までで一番ヘビロックの一家に近いけど、うまいクバーな多分同じでしょ、この辺の人連れてきてる菊池さんなのかな、浅野医療もとか、星見修造も、まあすごいすごいカンフル剤打ってる感じがするよね、数字出てほしいな。今、まあ、スローモーションをもう一度に、まあそうか、これはむしろ28日なんだな、うん、もうほんまクソエロもんなんやてたまらんないや思ったよりも自店舗で売れなかったんですよ、ね、あそうですか、うん、もっといけると思ったのに、一番狙われてると思いますけどね、重版の、ね、方は雑誌でも結構書いてますけど、うんびっくり、さすがに想定が分厚い、いやそういう、いや想定はあれでよかったと思うんですけどね、むしろ初めて肯定的な意見が、最近面白いですよね、あいやまあやっぱデートしてなんぼやこの漫画は、あんまりありがとうなって感じ、うん、やっぱね、でもその早乙女さんにひた隠すメソッドを取り入れるならやっぱイリリアクが必要ですね、うん、それも男じゃダメなんだよ、あの二人で完結した世界じゃダメ、そうだし、その恋は雨上がりのようにも男がいじり役として出てきたじゃないですか、あ、うん、ダメですよ女の子、安心できない、ぶっ取られてしまうんじゃないかとやっぱ女の子がいじりに来てます、やっぱサボタミセはそのあたりと思って、でこの漫画どこにどっちの方に行くのか分かんないけど、うん、この漫画のあれですよね、アニメ漫画版が出てほしいですよね、ああ確かに、声どうすんすか、え、いやじゃあ そのアニメ文化がそのアイドル、アイドルマニアの女の子じゃなくて80年代アニメマニアの女の子とか、まさに俺たちの夢やで、そう今日一番ありえない話ずっとゼータガンダムとかダーティペアの話をしてくれる女の子、そう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 、いややべえどこで売ってるあの重戦機体ライブをずっとカセットテープで聞いてる女の子、うーわそれ漏れるわ一目惚れやで、どうなんすか、どこに燃えればいいんですかそれ重戦機体が大好きだったよ、なんか40代の女性でいやそれを今の女子高生が見たい、それをその現実40代じゃ意味ないじゃん、現実世界でどう折り合いをつけてるんですか、つけてないんだって現実世界と現実世界できなかった折り合わない、いやなんかそのカセットテープで、いやそのカセットテープでアイドルソングを聞くに相当する昔のアニメが好きはどう表現したらいいんですかそのシート聞いてるとかいや普通にベータ現役でいいんじゃねえ、あベータマックス LP とかなんかこのカセットビデオカセットちっちゃいんだけどああそうハイエイトとかどこでハイエイトかよどこでふっと気づくんですか同級生は、まあ、確かにそれねいやでもあれはそのねそういうその写真とかね、まあ、ふっと持ってるとかいやあふっと時間くれれば刺繍書いてくるね俺の妄想でふっとラミネートカードを落とすみたいなラミコーのあの専用のあれに入ってるやつをなそうタイムスリップしてきてナロー系じゃんもうそれタイムスリップオタガールになってるタイムスリップオタガール結構夢だけど未来に夢でだから書いてない話だって言うとすいません、まあ、夢はありますよ確かにちょっとじゃあいい脚本書いてきてくださいちょっとそういう漫画が原作を書いてくださいそういう漫画が読みたいですみたいなそれはそうです青鷲超面白いよね青鷲は本当に面白いですね、面白いですね、なんかドラマとしての温度がずっと変わらないのがそうなんですよ、青鷲好きな人にちょっとおすすめしたいのがあの別漫画でやってる競馬の漫画があるんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白いですよ、うん、競馬というかその乗る人ですね、騎手、騎手です、ああ、騎手、いや本当すごい、うん、で泣けの竜ジェネシス、あれ、あごめん飛ばした響き、うん、うん、うん、いいぞ響き、はい、はい、いいぞ売れろ、うん、売れろ、え泣けの竜誰も丸つけてへんの、つけ方が分かんなかった、いや売ったことないの、あそっか、ですよ、やっぱめちゃ売れてたんですか。俺逆に昔は売れてましたね。逆に普通に売れんだろうという意味でつけなかったの。まあ月下の騎士とかのまだ前ですからね。えだって月下より売れてる。あ月下の騎士より売れてた印象が強いですね。この前だって乗った時も超売れたしな雑誌、うん。あそうなんだ。だからもう全然普通に
普通に売れるからつけないレベル。もうこの間月下読んだんですけど、本当に面白いですね。面白いっしょ。キチガイを描くのがうまい。いや、いや本当にだから今ね、あの3月のライオンとかと一緒にね、月下の騎士とか読むとすごい楽しいと思うんですよね。うん、いやー、いや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 、え、何が悪意かね。まだマイルドですよね。まあ、どっちもどっちですけど、なんか将棋というなんかこう餌でこうなんか違うものを見せるみたいな。ああいうやっぱりそのね、あの一種飛び抜けた世界というかを書くのはすごい達者な作家さんだなと思いますけどね。小丸組はやばじゃない。ああそう、小丸組ね、もうめっちゃ流行りましたよ。買ったナイフこうやって、はい、チカチカチカチ。いやいや、高校の時にこうやって小丸組に入らないかってみんなで言ってました。いやいやいや、何それがねヘリコプターね、入らないかはね、うちでも流行ってた実は。カッターも流行ってた。だってまだそんな売れてないんでしょ、小丸って絶対。いやいや、めっちゃ売れてましたよ。うち新宿界隈ではね、本当にカッターカチカチはあった。言っちゃなんだけど、だって僕らね、ブックオフで105円で。まあまあまあ、それいや、今はね。それは時代がね、映ったからね。前参加は、小丸組はやばじゃない。小丸組に入るんだ。ちゃんと定価で買ってましたよ。本日マイケルのパロディやってたぐらいに流行ったよね。東京大学の漫画読む作の中ではカルト漫画として紹介されてたんですよね。小丸ですか、うん、時代が変わる。リアルに高校時代に俺かっこいいと思って読んでたのにな。それちょっと黒歴史級やな。中二弁続くない。宇勝先生の日々これ平坦ね、あ、いいと思います、うん、まあ、会話劇やっぱあの白線のうまい会話劇が詰まってる感じがしますね、うん、まあ、しかも男女でっていうこう、うん、クソスケベ感が許せんな。今日はそういう話が多いな。本当だよ、ルサンチマンが上野さんは武器屋も許せんか。なんか今月は豊作ですな。来月か。来月です。来月来月。上野さんは武器は結構売れてるので、1巻売れましたからね。続くといいな。2巻の想定どうなるんやろうな。ドラえもん的なね、絶対売れる。そこはちょっと心配感もあるけど、でも、まあ、うん、1巻の売れプラスアルファぐらいで、うん、仕入れの数としては間違ってないと思います、うん、まあ、色違いでやっぱり表紙は上野さんだけなんじゃないですかね、うんうん、でしょうね、うん、それが一番楽しいと思う。そのフォーマットは崩さないよね。まあ、そしてそれが正解だと思いますし、うん、まあ、どうあれ1巻と2巻ちょい増しぐらいで頼んでいただいて。今月エロコに丸が少ないな、うん、いつかな。今日は今月はなかった。何もないです。あ、ナイトラブか、うん、肉付きのいいエロ、うん、あ、ロロリ、うん、ウルジャンにもいい。ウルジャンほんと露骨だね。露骨ですよ。ほんとにエロ漫画バンバン作家出してきてるから。あの企画は素晴らしいです。素晴らしいですね、うん、まあ昔からそうですよね。あ、そうか、大暮さん、大暮さんという大暮とかはまさに温帯だよな、ね、うん、エロ漫画バカバカ売れたもんな、あの時な。いや、連載にするならいいし、その連載としてもまあぼちぼち当ててるから、うん、ビッチは早すぎるね。テリテリはさすがに早すぎる。うたたねとか、うたたねさん、ほんと一世を風靡したもんな。今とは夢のようだよね。うたたねさんもそっ、もちろんそっちです。カウントダウンで、そう、関数字で1、2、3、4、5って感じ。こっちにこう降りてきてからのがメインだったんで。降臨された後の方が。でもあの絵が本当に一時期一世を風靡したという言い方が正しいぐらいに流行ったもんな、あの絵。でもめっちゃいいですよ、ね。めっちゃいいですね。それもちろんいいですよ。今もコミケに行くと脱がしまくってるからね。だいぶ脱線してるけど大丈夫？いや、まあ大丈夫です。いや、今月はエロ漫画の話はすなかったなと思って。ああ。まあライトラブか。うん、私は好きです。でももうこういう漫画を割りマガジンから出るようになったんだ、なってんだなっていうのがもう時代ですね。うん、もうエロ漫画、割り漫画が天下。割りマガジン。で、まあ最後に長尾健一郎先生のね、クリームソーダ味、うん。完全版。完全版。何が完全なのかわからない。わかんないのか。ファンでもわからないのか。やっぱクラウドファンディングでやってた。制作費のファンディングだったんで。あ、まあその一般に読める形で出るのは多分初めてだろうと思うんですけども、うん、その上でなお完結したのかどうかは分かりませんね。お、結構高かったっすよ。あれ何巻だっけ、高かった、うん、何巻ぐらい、元は2でプラス7話分かなんかをクラウドファンディングで制作費集めて350万ぐらい集まったんじゃないかな、うん、でそれを一冊にまとめて出す、うん、だと思います。なんか元々100万円っていうポストがあったんですけどね、もうその人のためだけにかけますね。確かそんなのがあったと思うんだけど、
若干マイルドになって達成して単行本にもなるのを太田出版が捕まえてくるっていう、なんだっけ、太田出版ってなんかね、なんだっけ、池田翔の池田小学校の犯人の人の指揮を出したりとか、はい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 、なんか入れるとなんかこうね、また危険な話降ってきたな。いや、面白いものを、面白いと思ったものとかに突っ込んでくるというか、うん、昔のね、QJ、QJ クイックジャパンの、あの、漫画で吹くものとか、うん、セントマッスルとか、とか、アストロとかもそう、アストロもそうですね、とか、うん、なんかそういう、こう、あ、ね、ああいうのをやってた頃の太田の、うん、匂いが返ってきたなーって、なんか QJ 漫画選手ね、そうそうそう、英語版のいい本でしたよね。そうそうそう、いやもうアストロ歴史的意味があった、うん、ゲームセンターらしい、なんかね、クラウドファンディングとどろけ一番とか、とどろけ一番とか、クラウドファンディングっていうね、まあその最先端のボクシング漫画になってたと思う。そう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 、やり口ではあるけど、ナノハと同じだよいやあれまたすごいこと言うな、いろいろ怒られそうな、俺はあれは精神と認めてないよねいろんな方面に怒られそうなこと言って、まだ2時間ぐらいある話があるから話長いよ。まあなんかね、ちょっと太田の懐かしいサブカルピックの流れがそうですね、もうだから QJ 漫画選手とかはもう一回出してほしいです。本当ですね、うん、まあそんな風に思ったわけですよ。うーん、まあこんなところで4月はいろいろ議論は尽きないけどだいぶ漫画と関係ない話してたな。なんかモテない男に優しい月ですね、4月はね。そうですね、途中までよりだったからさっていうのもある、うん、あるやで、まあ、振り返りはまだちょっと丸が完全じゃない人が何人かいるので、うん、それが終わってからにしようと思うので、今日ははい、はい、こんな感じの配信でしたということで、あと10秒で終わる。お疲れ様です。はい、録画の期限が3時間。おお、すげえ、そんなに今日は話してたの。さん、もう結局6人いましたね。あ、はい、まあ早巻きだけどお疲れ様でした。お疲れ様です。今日聞いたことは全部忘れてください。部分的にカットします実名カットするとね